こんにちは、かなです。音の確認からしていきたいと思います。大丈夫そうですね。はい、大丈夫そう。ゲーム音も大丈夫だよね。はい、ゲーム音も大丈夫そう。 OK、 よし、じゃあ、すいません、土日挟んだだけでこんなに手こずるとはすいません、いつもの通常運転でございます。こんにちは、いらっしゃいませ。ドゥンドゥルンドゥルンドゥ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 ルンドゥルンドゥンドゥン、やって始めていいですか、皆さんお揃いですか。よし、ドキドキする土日挟んだ2日間いただけてドキドキする。さてと、今日からチャプター4スタートです。ジャック・エン・ザ・ボックス。もう言葉からはもうどんな物語になるのかさっぱり想像もつきません。ジャックがイン・ザ・ボックスなのかっていうね。イン・ザ・ボックス、ジャックなんだろう、全く想像つかないです。まあちょっとやっていきたいと思います。またね、あらすじから最初入るかと思いますので、見逃した方、初めてここから見ていただく方、ちょっと一緒にね追っていければと思います。ただあらすじめっちゃ早いです。10秒ぐらいで終わる。はい、さて行きたいと思います。チャプター4、えい、はいはい、いつにもなしましてノリノリっす。ノリノリでやってきます。前回までのモグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、怪盗の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図。ここ超びっくりした。だが全ては仕組まれていた。指切られるかどうか。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち。いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。はい、始まりました。チャプター4、ジャック・イン・ザ・ボックス。ジャックって人かな、なんだろう。ゲーセンの店長、東条会計松金組事務所。あ、羽村もジャージ着るんだ。なあ東尾、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。うわっ、でこのピンクのシャツだけは絶対にやってやる。うん、こいつだけは許さない。最初いい顔してたのに。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん、ずっとうだうだ機嫌悪いし。誰だこの白いジャージ、白いジャージが、ヤクザは白いジャージが…死ねー。いやー、うわ、本物だ本物だ本物だ。あ、え、いった、本物だ。you
このいきなりの怒涛の展開。東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組の古株だ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる、うん、栗本。いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは凶霊会の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。ああ、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を。要するに凶霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってねえ。凶霊界との報復合戦になるか。なるほどね。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。東めっちゃ懐いてるじゃん。もう海藤さんに戻ったね、関係が。完全にやっぱ男は体と体のぶつかり合いですな。ジャックインザボックスってびっくり箱ってことなんですね。そうか、なんか聞いたことあるかもしれない。後出し。言われたら確かになんか聞いたことあるかもしれない。オツロッテカーナチョーコが、あんな、どういう CM だっけ、ガーナの CM。 明治デレレレレって、あれ、ガーナチョコの CM ってどんな CM だ。もうすぐバレンタインですね。そういえばね、皆さん、私が飾ったこの、あ、ちょっと見えなかったけど、ハリセンボンのね、ガチャで引いて、前回、事務所に飾りました。まだ、アイテムは、ハリセンボンだけ。ん？コシノくんからか。もしもし。矢神ですが。矢神さん。助けてください。星野くん、どうしたんだ。事件なんです。源太法律事務所で。え？事件だって。とにかく大変なんです。助けてください。ああ。うん、わかった。すぐ向かう。やばいな。よし、行こう。ちょっと急いで行きたいと思います。なんだ？でもね、きっとあれじゃないの。羽村の差し金じゃない？ダッシュの仕方、2日空くともうさっぱりですな。通常運転。はい、よし。もうこの神室町は銃撃事件も最近あって、肩着の女の子も一人、流れ玉なのか、あれはなんか狙ってたよ。あ、やってやるわこの野郎。ほら、今日一発目の戦闘じゃ。おりゃ、暴れたくてうずうずしてたんだよ。2日も空けばね。よし、オッケー。しばらく寝とけって。さて、急げ。健太事務所の皆さんに何かあったらまずい。羽村がね、結構もう目つけられてるのぜ、完全に。ちょっと無視。おれ、ここでダメだ、戦わないとダメだ。おれ、じゃあこれだ。おれ、ういよ。そんな頭から炎を出しても無駄じゃ。OK。 たく、いい加減にしろ。さて、大丈夫かな、みんな。健太事務所のみんな。事件ってなんだろう。星野くん、一体何が。え、どうしたん、沙織さん。冬美ちゃんもいる。え、は、あなたがやったんでしょう。は、
だから違うんですって。素直に白状なさい。なあ、おい八神さん、来てくれたんですね。八神くん、八神くん、お真冬まで。なあ押野くん、事件ってどういうことなんだ。見ての通り、沙織さんと冬美、真冬さんに、冬美さんじゃないね、真冬さんだ、真冬さんに容疑者として尋問されてる最中なんです。容疑者って星野くん、どういうことなんだ。はあ、完全に冤罪なんですよ。とりあえず事情聞いてみるか。なぜ真冬が聞きたいけど、まあ星野くんの容疑は何なあ。星野くん、一体沙織さんに何をしたんだ。いえ、何もしてませんよ。問題はケーキなんです。ん、どういうこと。沙織さんが冷蔵庫に保存しておいたケーキを僕が食べたって疑われてるんです。は沙織さん甘党なんだね。前もどら焼き一人で食べてたしね。やばい、もうなんかヤクザがあの舞い降りてきてるので、このゲーム始めると食ってたって言うとこだった。ただのケーキじゃありません。ガトーの生ケーキです。店の名前、ゴトーガトーの生ケーキです。あれは何時間も並んで買った超レアものなんです。え、は、容疑ってそんなことかよ。なぜ真冬が。ところで、なんで真冬がいるんだ。今回の事件と関係あるのか。たまたま仕事で用があったの。それで事件に遭遇したと。うん、なんか突然沙織が騒ぎ出して、話を聞いたら確かに星野くんが犯人としか思えない状況だったから。かわいそう、正座させられて女子二人目の前に。だから真冬には検事として立ち会ってもらってるの。検事って法廷じゃあるまいし。星野くんが疑われた理由は。なあ、そもそもなんで星野くんが疑われてるんだ。星野くんだけなんです、ケーキのことを知っていたの。確かに自慢されて知ってましたけど、だからって犯人扱いはひどいですよ。ちなみに最後にケーキが目撃されたのはいつ。あ、法廷が始まりました。法廷が始まりました。容疑星野くんかけられてます。ケーキは誰が食べたのか。昨晩20時ごろ、私が帰る時には間違いなく冷蔵庫の中にありました。はい、僕はその後22時までずっと事務所にいましたけど、誰も来ていません。星野くんが犯人でないとすると、22時から今朝までの間に食べられた可能性もあるな。真面目に解決に向かって考えております。事務所の鍵は間違いなく閉めた。はい、間違いなく閉めました。事務所に誰かが侵入した形跡もないし、部外者の犯行って線はないはずよ。なるほど。ちなみに今朝事務所にいたのは源太先生が僕より先に来てました。ただ僕が来てすぐに事務所を出て行って、その後真冬さんが来ました。星野くん可愛い顔してるね、やっぱね。最後に沙織さんが来ました。その時に気づいたんです、私のケーキがなくなってることに。だとすると源太先生が一人の時ケーキを食べたって可能性はあるってことか。いえ、源太先生は筋金入りの和菓子好きです。普段は洋菓子なんて全然食べません。そういう問題なのか。まあ動機が弱いってことかもしれないが。ねえ星野くん、もう素直に白状した方がいいんじゃない。はあ、ひどい、真冬さんまで。僕はやってませんって。星野くん、罪を認めないのならば重い処罰を受けてもらう必要がありますね。異議あり。そういう真冬さんだって怪しいはずです。え、てか異議ありって突然何言ってんのよ。ねえ星野くん、どういうことか説明してくれる。
今朝真冬さんが事務所に来た後、僕はトイレで15分ほど席を外しました。長えな。その間に真冬さんならケーキを食べることができたはずです。なんで私が。そもそも根拠も証拠もないでしょ。ちょっと頬わからんでないですか。ところが根拠はあるんです。新米星野くんやるか。僕はしっかりと聞きましたよ。朝あなたが事務所に来た時お腹がぐーっと鳴る音をね。聞こえてたの。ええかわいい。なんかほっぺ赤くなってない。チークか。ええ、朝食を抜いて腹が減ってたんじゃないですか。だからあなたは冷蔵庫の中を探り、偶然にもそこでケーキを見つけてしまった。つい魔が差した。そうなんでしょ。ちょっとだとしたらやっべえぞ真冬さん。人の事務所の冷蔵庫を漁ってケーキ食べるなんてやっべえぞ。はあ？怪しすぎる。そんなわけないじゃない。だいたいお腹の音が証拠とかどうなのよ。矢上さん、これ真冬さん犯人だったらもう矢上と付き合う線はないぞ。可愛いと思うのかな男の人は。こういうの。矢上さん、出番ですよ。ん？出番？僕の弁護お願いします。このままだと僕、沙織さんに一生白い目で見られてしまいます。まあ依頼ってことなら一仕事してみてもいいけど。お願いします。はあ、仕方ない。とりあえず現場を調査してみるか。まずはケーキの包み紙がないかゴミ探しだな。沙織さんの生ケーキ裁判。ここはゴミ箱。これは調べよう。おゴミ箱が空っぽみたいだな。普段なら溜まりまくってるのに。はい。今朝ゴミ出しの日だったんです。ゴミ出し当番が片付けたんでしょうね。ゴミ出し当番。今日のゴミ出し当番は源太先生です。え、源太先生にも当番やらせてんの。まあペナルティみたいなもんです。沙織さんの提案で。矢上さん、源田先生、ゴミの分別とか適当すぎるから昨日ちょっと怒ったんです。ゴミを片付ける人の気持ちにもなってくださいって。そしたら今度のゴミ当番やるからって。そういうもんだから。ああ源田先生相手によくも。まあ矢上さん、他のゴミ箱も空っぽでしたよ。源田先生ちゃんとゴミ当番してたようです。なるほど、星野くんありがとう。空っぽのゴミ箱。ケーキの包み紙、他の場所に捨てられてないですかね。台所とか洗ったままの容器がよく置きっぱなしになってますよ。ああ、なるほど。じゃあ台所も探してみようか。うん、冷蔵庫を調べる。あ、冬美さん、あんた怪しいぞ。おい、調べてみようか。うん、綺麗な顔立ちをしてるね。まあ冷蔵庫を調べてみよう。ん？ここだ。なんだ？ん？この冷蔵庫にケーキが入ってたのか。お、おや？氷が溶けてるな。水を入れたばかりなのかな。お？いえ。まず寒いこの時期ですから氷は使ってないと思いますよ。昨日から誰かが使ってるとこを僕も見てませんし。だとするとなぜ溶けてしまってるのか不自然だな。は、停電があったとか。で、あので、チョコケーキも溶けちゃって源太先生が片付けたとか、そういうこと。怪しいな。牛乳パック、なんだ、ケーキの包み紙はなさそうだけど、これは牛乳パックか。ご丁寧に洗ってあるみたいな。矢上さん、それは沙織さんの牛乳パックですよ。昨晩はなかったので今朝の掃除当番の人が片付けたんでしょうね。そういうのしっかりやらないと沙織さんに叱られますから。3本分ある。多いな。一気に飲み干したんだろうか。それはないと思いますけど、何か事情があって捨てたのかな。あ、やっぱり停電じゃないですかこれ。
ここ、あ、入ることもできると。もう調査完了だね。これは分かったぞ。捜査はもう大丈夫ですか？でしたら審理を始めますか？え？審理ってここで裁判追っ始める気かよ。もちろんです。真冬、いえ藤井健二も準備はよろしいですか？はあ、いいわ、私もとばっちり受けてるわけだし付き合ってあげる。お願いします。では被告人星野一生の審理を開始します。検察側藤井健二、冒頭陳述をお願いします。あのお分かりかと思いますが、漢字が多すぎて、話すスピードがいつもの2倍ぐらいかかっております。お許しください。星野くん正座してる。検察側としてはやはり星野くんが犯人であることを主張します。その根拠は、被告人はあなたにも犯行は可能だったと主張していますが。裁判長、検察側にはその主張に対して反論の準備があります。藤井刑事、検事、どういうことでしょうか？もし私が食べたとしたら、あるはずのないものがないことになるのです。あるはずのものがないことになるのです。矢上くん、あるはずのもの、そうだよね矢上くん、あなたはその証拠を持っているはず。俺が？真冬が本当にケーキを食べたならあるはずのものがないか。あれだね、ケーキのケーキのゴミだよね。ケーキ包んでるゴミ、これ突きつける。現場のゴミ箱にあるはずのゴミがなかった。たまたま今朝ゴミ出ししたゴミ出しの日だったからだろう。はい、源太先生が朝一番早く来てたので、その時にゴミ出しをしてくれたみたいです。ということは、もしも真冬がケーキを食べた場合、空っぽのゴミ箱にゴミを捨てることになる。そうなると当然今もゴミ箱にケーキの包み紙が残されてるはずなんだ。ああ、確かに。でも包み紙は残されてなかった。だから私がケーキを食べたはずはないってこと。ちなみに他のゴミ箱も全て空っぽだったことは確認済みよ。意義あり、意義あり。いや、私は経験がある。かなさんのお手並み拝見。いや、私はね、経験がありますよ。お菓子食べたことがバレないように自分の部屋に包み紙を隠す、そんなのね100も分かってるんですよ。家のゴミ箱にお菓子を食べた袋をこうボンボン入れまくると、どんだけ食べたかってことがバレてしまう、親から。これ小さい頃の話です、親から。だからそういう時はね、隠すんですよ、部屋に。とかね、自分のバッグとかリュックとかに。それぐらいの証拠消しはします。だから真冬さんものバッグを調べないとそこはわからない。なるほど、筋は通ってます。いや、待ってくれ沙織さん、こっちにも反論がある。はい、弁護側の異議を認めます。ゴミがないのがおかしいっていうのは確かだが、ゴミなんて隠すことだってできるはずだ。その通り。異議あり。そう来ると思ってたわ矢上くん。ではここで検察側から新たな証拠品を提示したいと思います。新たな証拠品だと。実は矢上くんたちが部屋を調べてるとき、私も独自に部屋を調査していたのだけど、そのときこれが沙織の机の上の書類に紛れてるのを見つけたのよ。は、停電のお知らせよ。え、そんなものが。ビンゴ、ビンゴ。昨晩停電があったようなの。午前1時から午前9時まで。そういえばその話源太先生がしてましたね。事務所のみんなに注意してましたよ。
物が傷むから冷蔵庫に何も入れるなって。 あ、そういえばそうだった。急用ができて急いで帰ったからすっかり忘れてた。ん？ん？ってことは、そう、もしケーキが電源の落ちた冷蔵庫の中に一晩中あったなら傷んでいたはず。冬とはいえ今朝は珍しく暖かかったからね。でもそんなケーキを一口でも食べたらすぐにでも分かりそうじゃない？ええ、綺麗に平らげるまで気づかないはずがない。だけど実際はケーキは綺麗さっぱり消えていた。つまり誰かが新鮮なケーキをペロリと平らげてしまったということよ。そしてそれが可能だったタイミングは一つに限られる。え？ケーキが傷んでしまった今朝ではなく、ケーキが傷む前の昨晩よ。あれ？あ、まさか。そのまさかよ。ケーキを食べることができたのは昨晩最後までの一人残っていた星野くん、あなたしかいないの。うさーどうしたどうした、そんなすごい顔。いや、どっちから行く？いや、星野くんが嘘をついてるとは思えんのですよ。だから私的には朝あのドロドロになったチョコケーキを見て、ちょっと溶けちゃったチョコケーキ見て、もうこれダメだなと思って源太先生が片付けたんじゃないかと。牛乳パックも残ってた。3本なんて普段は飲まない。だから源太先生が捨ててちゃんと開いて洗っておいたんじゃないかと。意義あり。意義あり。矢上弁護士、反論があるのですか？はい。結論を出すにはまだ早いと思います。もう一つの可能性があるからです。何ですって？冷蔵庫から消えたものはケーキだけではないはずだ。それを証明する証拠品がある。牛乳や、これ牛乳パック突きつける。沙織さんが冷蔵庫に入れていた牛乳が綺麗に洗われてまとめられていた。そう、沙織さん忘れてたからね、停電のこと。つまり冷蔵庫からは牛乳も消えていたんだ。しかも3本もいっぺんに。もったいな。沙織さんに掃除当番を押し付けた源太先生がやったんだろう。ん？それがどうしたというんですか？源太先生はなぜそんなことをしたんだとだろう。まだ残っていた牛乳3本をいっぺんに捨てるような真似を。確かに不思議ね。どういうことかしら。ここに来てある証拠品がその意味を説明してくれることになる。なんだ？あ、これか？これだよね。停電のお知らせだよね。うん、これ突きつける。いけ！これが証拠だ。停電のお知らせ？あの矢上弁護士、どういうことでしょうか？停電にもかかわらず一晩中牛乳が冷蔵庫に入れっぱなしだったらどうなるだろうか。まあ傷むでしょうね。そしてその傷んだ牛乳を掃除当番の源太先生が見つけたとしたら、まあ捨てるでしょうね。あ、じゃあ真冬はもう分かったみたいだ。なぜ冷蔵庫からケーキが消えてしまったのか。そう、沙織さんのケーキを食べた真犯人は、いない。誰もケーキを食べていなかった。つまり犯人なんていなかったんだ。いない。え？え？なんてこと。源太先生が傷んだケーキを捨てたってこと。ま、そういうこと。昨日は休養ができて急いで帰ったと言っていたが、そのせいで君は停電のことを忘れていたんだ。そして掃除当番を押し付けられた源太先生は傷んだケーキを見つけて捨ててあげた。全部私の早とちりってことね。あ、源太先生。うん。おう、矢神に真冬くんまで。どうしたんだ？揃いも揃って。あ、
源太先生。そういえば誰だ、冷蔵庫にケーキと牛乳入れっぱなしにしといたやつは。停電だから物入れんなってあれほど言っただろうに。しかもよりによって俺が掃除当番の時に生ゴミ捨てるのめんどくせんだけどな。ううかわいいダメージ食らってる沙織さんも、うん、おお沙織くん、そういえば昨晩こんなこと言ってたよな。ゴミを捨てる人の気持ちも分かってください。今朝沙織くんのゴミ捨ててる時その言葉身に染みたわ。ごめんなさい。素直でいい方よかった、一件落着。ありがとうございました。おかげで僕の疑いは晴れますし。明日から1ヶ月沙織さんが掃除当番をしてくれることになりました。ごめんなさい、反省しています。かわいい、なんか表情がすごい反省してる感じ、かわいい。前髪をバッて上げて、髪も結んで顔を出してあげたい。すごくかわいいから、これはお礼です。ドン、いくらくれたんだ。それにしてもびっくりしました。普段はあんなにしっかり者の沙織さんも甘いもののこととなると目が曇るんですね。だってあそこのケーキずっと楽しみにしてたんだもん。かわいいね、これがギャップ萌えってやつですね。これがギャップ萌えだ。真冬さんはめちゃめちゃ綺麗なんです。綺麗に整ってて化粧もしっかりしてて可愛い、服もビシッと決まってる。でも沙織さんのこの風貌から、風貌とこのなんだろうな、甘いものが好きでそれにこう目が曇ってしまうというギャップ、いいね。まあ気持ちはわかるが、弁護士としては目が曇っちまうのは感心しないな。精進します。それにしてもケーキで模擬裁判とは、法律事務所らしからぬ事件だったな。できそうだぞ、私にも弁護士が。さて、カムロ町の様子が気になるな。拳銃の件で松金組と協力会が一触即発らしい。東からちょっとその辺の話を聞いてみるか。そうだよ、私吉沙織さんの生ケーキ裁判、ゴータなんだっけ、ケーキ屋さんの名前、ゴータガートケーキみたいです。東どこにいるんだ、ここか、松金組か、あ違う、ゲーセンだ、ゲーセンにいる。あちょっとタクシー使ってこ、前回教えていただいたのでタクシー使うといいよって言われたんでね、ちょっとタクシー使ってみよう。いるかな、あ、いたいた。あ、コメダコーヒーもある。コメダコーヒー、コメダコーヒーのなんだっけ、あ、初乗り、はい。ちょっと待って、ゲームセンター、あ、ここがいいかな、ここにする、公園前通り。それでは出発いたします。コメダコーヒーのシュノノワールみたいな、シュノノワールみたいな、なんかデニッシュのパンに生クリームたっぷりのやつが、食べたことないけど、食べたことないんです、あんなに有名で食べたことないのに好き、食べたことないけど好き、もうあれは。コメダコーヒーなかなかなんかないから、自分家の周辺にないって、行くところにもあんまりないから。あ、店長、先日はすまねえ。八神、ちょ何しに来てんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ、もし頭に見られたらお前ん、あ、いや、そんなに心配することはないから、うん、東はすっかり戻ったね。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。あ、昨夜の銃撃事件のせいでか。まあそのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。ぼさっと突っ立ってんな、一応客なんだからよ。
ったく座れ。もうすっかり戻ったね。夕べから松金組は大変だね。表情もなんか柔らかくなった気がする。事務所は札でごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに？事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。うん、今までおとなしくしてたのに。確かに気になるとこだ。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2？教令会の若頭で塩谷サトシ、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ昨夜の銃撃はそいつの指図？ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは多分羽村の頭だ。おお。なんでそんなことが？わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。はどぎついな。分かった。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん？羽村の服が？親父も着てた。親父じゃねえか、羽村。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え？栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。教令会の銃撃は東条会というよりもはっきりと羽村を標的にしていた。なるほど。うん、それで慌てて雲隠れしたのか。笑っちゃ悪いのかな。お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。確かにね。じゃあ俺も狙われるの？いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。え、法廷で弁護してたのはあいつだろう。ああ、カタギが極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。新谷先輩に知らせないと。またこの子いるじゃん。この子前回1000円もらって味しめたのか。あ、この人はちょっとヤクザっぽい、ヤクザっぽいですね。あ、店長、この間はごめんね。まあああいう状況だったしね。あの、あなたたちからね手を出してきたわけだから、まあ仕方ないっていうことで、うん、よし。それではあ、エレベーター故障？ちょっと待って、エレベーター故障してる。じゃあ裏口から出るしかないってこと？あ、こっち裏口あったっけ？そっちないね、裏口。ちょっと待って。え、どっから出んの？じゃあ、階段か、普通に。普通に階段からでした。よし、じゃあ行こう。じゃあ、新谷先輩に知らせた方がいいんじゃないの？キムさん？よう、優等生やろ。元気だったかい？ま、誰だ？京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が？八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫？静かにしやれ。うわ、お友達が大切ならこいつの店に来い、今すぐにだ。キムさん人質に取られた。くそ、あいつ。キムさんの店、牛遊園だったな。行こう、ちょっと急いで行きたいと思います。ちょ、ガチャは、ガチャ後でやる。ガチャ後でにしよう。キムさんをとりあえず助けます。キャーキャー。行くぜ行くぜ。ちょっと手鳴らし手鳴らし手鳴らし。手鳴らし。うわ、なんか武器持ってる。おら、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 うっせい。へい、自転車強だけ。時間食っちゃったよ。あ、
怪我してるじゃん。下水道の先生のところで治療してもらった方がいいよ。あれって怪我してるってことなの？ちょっと待って。じゃあ下水道行こうか。あのなんか鎖みたいなマークって怪我してるってことだったの？なんかちょっと待って、見れないのかな。ステータス、これか。この鎖は怪我してるってことだったのか。そういうことですね。ちょっとなんだろうと思ってたんですけど、ちょっと待って。じゃあ下水道の先生のところに行こう。ね、ちょっと待ってね。どこだったっけ。ちょっとキムさんも早く助けなきゃいけないんだけど、下水道、溜まり場とか、溜まり場じゃないか。ホストの溜まり場じゃなくて、キャッチの溜まり場、目的地一回外して、公園だったよね。公園から、喫茶アルプスじゃないね。溜まり場じゃないか。公園ってないかな。公園の、何公園だったかな。あ、なんかこの辺じゃない？公園通りって書いてる。ん？これはなんだ？フレンドがいる。販売店。この辺か？ちょっと行ってみようか。それ以外にどっかある？ここにも。フレンドがいるからここかもしれない。ちょっと行ってみよう。左上。バッティングセンター。こっちの方？あ、児童公園か。児童公園ですね。ありがとうございます。ここだ。OK。児童公園が諸星先生のいるところだ。よし、ちょっと走っていく。走っていきたいと思います。ありがとうございます。急げ。フレンドになれる人たちも出てましたね。あと食料調達忘れてた。いろんなことが、土日挟んでいろんなことを忘れてた。そういえばチンピラどもに、あ、コンビニある。ちょっとコンビニで買ってこう。来たな。やべえのいんな。ちょっと一発やるか。はい、おいや、ほら、へい。ちょっと窓がなんかガラス割っちゃった気がするけど、あれいつものお兄ちゃんと違うかな。こんにちは。カツ弁当と巻き寿司みたいな。どうしよう。もう出てってください。なんで窓ガラス壊したから。これってあのお兄さんに話しかけて買うんだよね。安物のプラスチックゲットした。窓ガラス壊しちゃったからかな。今私がお買い物したいんですけど、どうしよう。もう出てってください。断られた。今もしかしてミッション中だからってこと？ミッション中だからかもしれない、もしかしたら。とりあえずじゃあ児童公園で、あ、店壊すとしばらく買えなくなります。そういうことか、やっぱりそういうことだったんか。無意味に窓ガラス壊してしまったか。暴れすぎいやー、どうも胸の高鳴りが抑えきれず、関係ないところで暴れてしまいました。注意しないと。あ、八神さん、なんか用か。医療キットをくれ。身体を見てくれ。体を見てくれ。医療キットも欲しい。ちょっと体を見てくれ。治療には2万かかるぜ。こっちも商売なんでな。高いな。払おう。すごい持ってるし、お金。よし、ちょっと見せてみな。
まあね、保険とか何ももう効かないんだろうしね。ここはね、闇病院だから。治療できたぜ。また何かあったら来な。ありがとう。医療キットも。おう、諸星先生どうも。あの、諸星先生が大学病院に行ったって、いたって本当なんですか？昔の話さ。今思うとよくあんなところにいたよ。大学の教授選でライバルの戦略にはまってね、もう誰も信じられなくなった。大学病院辞めてフラフラしてるとき、ここの人たちがよくしてくれた。それ以来ずっと世話になってる。稼げないでしょうね、でもね。そのホームレス専属なわけで。へえ、そうだったんですね。うわ、びっくりした。先生、諸星先生、浜中さん、どうしたんですか？近藤さんが、またあの残飯食べてた近藤さんが事故に巻き込まれて。何？今、みんなで運んでくるところだから、早く見てやってくれ。ああ、事故？近藤さんと、また、どうしたん？よし、できるだけの処置はした。しかし、輸血用の血液が足りない。八神さん。浜中さん、ちょっと頼まれてくれ。ええ、いいっすよ。なんだい、諸星先生。近藤さんと同じ大型の人を何人か連れてきてくれ。分かった。じゃあホームレス仲間に声をかけてみるよ。八神さんだっけ？ああ。俺はチャンピオン街の方に声かけてくるから、あんたは第三公園の奴らを頼めるか。この人すごい目力あるね。すごい。しっかりしてる。第三公園ですね。わかりました。それじゃあ頼んだぜ。ちょっとキムさんもいるのに。ちょっと八神さん、医療キットをください。医療キットをくれ。4万円だね。確かに高い。これはちょっと高いけど、まあいや、高いけど今お店でご飯買えないので3つ買いました。いやー、ちょっと近藤さんも気になるけど、まずはキムさん。もう匂いにも慣れちまったよ。下水道の住めば都ですもんね。どんな場所でも生きていればそれだけで何でもできる。まずはキムさんを助けに行きます。危ねえ。よし、他のコンビニで買える。そういうことか。コンビニって出てないのか。これに飲食店しか出てないですね。まあ、じゃあちょっと見つけたら買おう。ここで まだ買えないかな。あ、待って、治ってない？治ってる気がする。ごめんなさいね、さっきは。ちょっと、あ、もう出てってください。撮ってる。まあそうだよね。本来だったら警察に突き出されるところ、特に何も言わないでくれてるだけで感謝しないとね。この辺コンビニないかな。でカフェ、ホットドッグとかもあるけど、ホットドッグあるけど、あ、なんかアイテム、安物のプラスチック。歌歌ってる子もいるけど、今はキムさん。キムさん、いい、何見てんじゃこりゃ。何見てんじゃ、おれ、おい、かついもの持ってるじゃないかい。おい、おれ、おれ、おい、おい、せっせっせっ。今うまかったね。いい加減にしろよ。たくよ。よし。キムさん、キムさん。勝てる気しかしない。キムさんやったやつらに勝てる気しかしない。銀だこがあるね。こっちか。ごめん、ごめん。片木にぶつかっちまった、片木に。富士そば、
お寿司屋さんもあるけど、ん？なんだ？あ、いた！キムさん、こんな路上で。すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちもなお、バカちゃん。相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら！おう、そいつが八神さんか。おでかいの連れてきた。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいね。バランスの悪い体だな、あなたは。俺はホンダ、京浜同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に行くぞ、てめえら。わっホンダ、俺は強いやつとしか戦わねえ主義だって感じかな。てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。冷静に見る。何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。はあ、俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。脳筋野郎だな、こいつも。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。望みを叶えてやるよ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか。脳筋野郎だ。ああ完全に。おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。ホンダアレンジ、こういう人ほど一戦だね。おい、得意の下からのお股勃金の鼻勃金。こういう人ほど、あの、負けたら、この強いと思ってた相手に負けたら、お前なかなかやるじゃねえかって。やべ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 。この壁キックやりたい。あ、やべ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 。この壁の、うれ。オッケー。こういう人ほどこう負けた時にお前なかなかいい戦いすんじゃねえかな、これからよろしくなっつっていい関係になれたりするんだよね。敵も味方とかもなくて、なんか組織とかもなくて。あー、やべ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 、あっちー、やられた、やられた。ちょっともう一回やろう。ちょっと壁ジャンプからの三角飛びだっけ。さあ、やろうと思ってたら存分に楽しもうぜ。ちょっとそれがね、三角飛びがうまくできない。どうだ、普通に踊るや。連続技踊る。これやりだしたら、これやりだしたらちょっと逃げたくない、ね、これやりだしたら、おれ、おれ、あー、惜しかった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 。おいや、こういう人は組織とかそういうの関係多分ないから、単純にこう体をフィジカルとフィジカルでぶつかり合ってね。ほら、来た。さすがだ、あんた噂以上だ。最高だな、おい。仲良くしようぜ。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜ、あんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。冷静、冷静だな。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか。あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう、早く。ああ。キムさん、おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな。単純にこの人は喧嘩を楽しんでる。単純にね、子供みたいだ。
いいやつかもしれない。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いのホンダ、景品同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、景品同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて、多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ、キムさんのせいじゃない。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。体大丈夫かな。すごい蹴られてたけど。四天王か。 AKB、 かつての AKB48 のなんか神セブンみたいなものか。危険度について、ストーリー進行や時間の経過によって大量の景品同盟が街に現れることがあります。このような景品同盟の出現状態が危険度です。危険度が最大になると景品同盟の幹部が、カムロ町に現れるようになります。なるほど。なんかどうすれば、どうすればあの危険度がわかるんだろう。こっか。ポッポポ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 の隣か。あ、ケンタ事務所か。ケンタ事務所に行けばいいのか。ポッポポの横の横のここはコンビニか。はい、オッケー。そろそろコンビニでもご飯が買えるようになったんじゃないかな。あ、ここあった。ポッポポ。あ、ここか。この人、そう、この人のお店探してたの私。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今ミュージックフェア中です。デュエン・クルーズ。あ、この人ともフレンドになれるのかな。ミュージックフェア。はい、700円買い物すると1ポイントゲット、10ポイントでレコードをプレゼントしますです。へー、レコードか。いいね、レコード。事務所に置ける。事務所で流せる。しかも、カムロ町のお店ごとに違うレコードプレゼントしますです。そういえば、事務所に使ってないプレイヤーがあったな。そう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 。たくさんショッピングしてね。今、ポッポポーで買い物してポイントを貯めるとレコードが、あ、ちょ、これ、ヤガミ。ヤガミさんでした、これ。今、ポッポー、ポッポーかな？ポッポーポー、ポッポーポー、ポップポーかな？で、買い物してポイントを貯めるとレコードがもらえるのか。じゃあここで買い物した方がいいね。じゃあ、700円でもらえるの？商品を選んでください。どれがどれぐらい、体力回復するかわかんないけど、あ、でも、寿司詰めがいいって言ってましたよね。寿司詰め。寿司詰め1個買おう。お金あるし。これと、いいよ。いっぱい買おうよ。ツナおにぎりもいいね。おでん盛り合わせも好き。あ、井村屋？井村屋って本当にありましたっけ？中村屋じゃないっけ？中村屋？肉まんいいね。すごい好き。あ、お酒もある。お酒もある。タバコとか買ったら吸うのかな。買ってみよう。ウィルキソンと、お酒、日本酒買ってみよう。よし。こんなもんでいいかな。これ猫缶買ったらなんか猫にどう、なんか猫となんか仲良くなれたりするのかな。ちょっと買ってみよう。お金あるし。
まあ、お金なくなったら、まあ、チンピラ倒して金を巻き上げればいいし。いつもありがとうございます。今回は7ポイントゲット、獲得です。あ、フレンド率がすごい高まった。お客様は今7ポイント。10ポイント貯まるとレコードプレゼントしますです。え、もうじゃあ貯めたい。いらっしゃいませ。もう貯めちゃいます。じゃあお酒、ジャック・ダニエル。プレミアウイスキー。これすごいね。ハグクーム1万円もしたんだ。朝日スーパードライも買っとこう。さっきと同じぐらい買い物すれば7ポイントでしょ ?5000 円ぐらい使いましたよね。じゃあ、あと3ポイントだから、まあ、3000円ぐらい使えばいいか。じゃあ、買ってないの買おう。これとこれと、すごい。なんだ、大金持ちになった気分だな。コンビニでこんな大人買いできるなんて。寿司詰め。3000。あれ買いすぎ?あれさっきいくら使ったっけ ?5000 円だと思ってたけど。こんなもんでいいかな。ちょっと待って。もうちょっと買っとこう。マックのうち弁当も買っとこう。よし。これぐらい。これでたまった10ポイント。寿司詰め。寿司詰めがいいんですよね。今回9ポイント獲得です。あ、もう10ポイントたまったでしょ。今10ポイント。Congratulations! 10ポイント達成です。お、やった。限定のレコードをプレゼントしますです。イエーイ!ポッポポー M フロップ。ありがとうございました。フレンド EX アクション。町の住人と親交を深めてフレンドになった場合、フレンド EX アクションを習得することがあります。フレンド EX アクションとは、町の住人と協力して行う EX アクションです。フレンドになれた、なれそうな住人を発見したら積極的に交流してみましょう。町の人と、なるほどね。ほら、このあんちゃんこの瓶使って戦いな!えいよ!つってそれで、できるってことね。オッケーオッケー。いいじゃん、めちゃめちゃ。発動 EX ブースターの発動が R2 でしょ。その辺のボタンを押せば出てくんのかな。 EX が溜まったら EX フレンドアクションも使えるってことかな。よし、新谷先輩にやべえぞと、奨励会に新谷先輩狙われるぞということをちょっと伝えたい。早く伝えないと。あれ、ここだよね。来た来た、新谷先輩。あの源太先生、新谷先生はどちらに。さあなあ、新谷がどうした。ちょっと伝えておきたい話があったんですけど、まあいないなら手直してきます。いや、ちょっと待て。はい、八神。お前、新谷が戻るまで暇ってことだよな。まあ忙しくはないです。ちょうどいい。そんなお前にいい話があるんだ。ん、実はな八神、お前に俺の依頼人の護衛を頼みたいんだよ。ん?依頼人の護衛?どういうことですか?今、親権をめぐって争ってる夫婦がいてな。俺はその母親の相談を受けてるんだ。母親の名前は大谷あずさ。娘は大谷かりん。うん。かわいい。お母さんにかな?に、ちょっと似てるね、顔がね。今日家庭裁判所で調停の話し合いがあるんだが、それまでこの母娘を護衛してほしい。なぜ護衛が必要なんですか。旦那が元ヤクザなんだよ。先日足を洗ったばかりのな。依頼人の奥さんはその旦那と大喧嘩して子供を連れて家を飛び出したらしいんだ。旦那が元ヤクザだからって護衛をするのはちょっと大げさじゃないですか。母親が必要だって言ってんだよ。
旦那が血まなこになって娘を取り戻そうとしてるらしい。あれ、この人なんかみんな白いジャージが流行ってんのかな。みんな白いジャージですね。旦那の名前は大谷仁。こいつから母娘を、護衛してほしいんだ。ええ、事情は分かりました。新谷先生が来るまでちょうど手が空いてるんで手伝います。ああ、すまないな。すまないね。ちゃんと報酬は支払うつもりだな。ところでお前弁護士及川、なんて読むのこれ、俊英、俊英って名前聞いたことあるか。ん、及川誰です。今回の裁判の父親側の担当弁護士なんだが、そいつは昔家で働いてた男なんだ。え、源太先生の事務所で。ああ、お前が入ってくる前のことだ。若くして資格を取ったエリートなんだが、汚いことも平気でやるとんでもねえやつだった。買収や脅迫まがいの行為までしてたよ。やべえやつだな。へえ、そんなやつがいたんですか。及川、及川俊英、できる男であったんだ。将来性もあった。だから俺は何度もあいつに行いを正すよう言ったんだが、聞く耳を持とうとしなかった。だから仕方ねえ、クビにしてやったんだ。少し頭冷やすかと思ってな。そのせいか及川は俺のことを恨んでるようだ。俺を任すことに躍起になってるらしい。自分をクビにした復讐というわけですか。ああ、頭を冷やすどころか逆上して熱くなってやがる。学ばねえ男だよ。宿命の指定対決。事情は分かりました。その母親と子供は今どこに。それがついさっきまでここにいたんだが、買い物するとか言って出て行っちまったんだ。母親は母親で俺の言うことを聞きやしねえ。母親も問題のある人みたいですね。行き先に心当たりは。法廷について着ていく服を買うとか言ってたが、服を買える店か。わかりました、探してみます。なんかキャバ嬢とかそういう人たちが買う結構派手な服だったらたくさんあると思うんだけど、こういう街には。まあでも写真のお母ちゃんもね、結構な派手な感じの服装でしたもんね。ここは矢印出てるね。ルマルシェ。さてどんな服が売っているんでしょうか。娘はだいたい小3ぐらいかな、小4ぐらいかな。こっちか。わあ、失礼、ごめんね。なんでもない、ただのおばあちゃんでした。おるだ、ういれい、ういれい、ういおる、おる、うい、あ、ちょっと塩分にして。あ、なんか野暮なの持ってる。うるや、なかなかこの、あ、やば、ちょっと待って、ご飯食べよう。今がタイミング。どれ食べようかな。結構体力ゲージ減ってるので、寿司詰め食べてみよう。どこまで回復するか。あ、寿司詰めでこれぐらいか。半分ぐらいの回復なんですね。半分もいかないか。今ちょっとだけ残ってたので3分の1ぐらいかな。ってことは卵ツナサンドとかツナおにぎりとかはもうほんとちょっとって感じかな。うわ、ちょっと待て、うわ、これだ。コン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 。よし、待て、これじゃ、あ、これじゃ、うる、いや、これが強い。まだいるか。おい、うる、お前はキックでいってやる。おい、はい、いいのゲット。うる、いいね。わお、これはあかん。
時間食っちゃったよ。これはあかんぜよ。ゴルフのあの棒でゴンはあかんぜよ。よしよし、行こうぜ。今メインを結構ガンガン進めておりますが、サブクエね、サブクエは今だいたい1日に1章進んでる感じでね、やってまして、今後もそういう感じで1日1章こう区切りがいいところまでやっていきたいなと思ってるんですけど、サブクエはその章を始める前に少しちょっとやろうかなと思ってます。ポッポ、コンビニポッポいっぱいありますね。ここの辺か、ここか、ビ・マルシェ。奥さんはいるかな。うわ、すごい、また高そうな。 おいた、大滝あずささんですよね、うん、そうだけど、あなたは源太先生に、あなた方親子の援護を頼まれた矢神というものです。矢神さん、ああ、先生から聞いているわ。ま、よろしくね。娘さんはどこでしょう。カリン、その辺にない。お母さん、お母さん、服に夢中で。いえ、見かけませんでしたけど。まずくない。あれ、さっきまでいたのに服を選ぶのに夢中で気がつかなかったわ。迷子か。いや、最悪旦那に連れ去られたって可能性も。どうしよう。探してみます。奥さんはここにいてください。カリンちゃんが戻るかもしれませんので。確かに、うん、わかったわ。周囲の人間が目撃してるかもしれない。聞き込みをしてみるか。まずいね、ちょっと早くした方がいい。お母さん派手だね。お母さん、あ、すいません。いらっしゃいませ。あお、買えるのね。これ買って何に使うんだろう。買って質屋に売っても別に安くなるだけだよね。めちゃめちゃ高いのからちょっと頑張れば手が出せそうな価格のものまで、よりどりみどりですね。ありがとうございました。ブランド、高級ブランドショップっていう感じ。ちょっと外の人に聞き込みしてみよう。あ、この人、すいません、この子を見ませんでしたか。いなくなっちゃったみたいで。太めの主婦。失礼失礼、主婦でいいじゃん。ああ、この子ならさっき見たわよ。見たんですか。ええ、さっきふらふらと中道通りの方へ歩いてくのを見たわ。中道通りの方ですね。ありがとうございます。中道通り、ここか。ゲーセンにでも行きたかったのかな。クラブセガ、クラブセガ。中道通りまでちょっと行っても、あの人どうやって ここ大通りでここ曲がってくのを見たのかな。おら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 、はいはいはい、こちらから行ってやりますよ。おらおら、コンコンコンだ。おら、あ、止まってないか。 EX アクション止まってない。おい、よし、よっしゃ、おい、いいね、えいや、はい、完了と。ったくよ、ほい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 、みんな敵に見えてくるな。なんかその辺のおじさんやスーツ着た人たちもみんな、なんか倒せそうに見えてくる。あれ、カリンちゃん、どうした。この子、カリンちゃんの写真と特徴が一致するな。大滝カリンちゃんだよね、君。お兄さん誰。俺は源太先生に雇われてた探偵で、矢神って言うんだ。ママに言われて君を探しに来た。ふん、ママったら余計なおせっかいなんだよ。私は好きなようにやるから放っておいて。いや、そうはいかないんだが。離婚とか興味ないし、勝手にやってたよ。どうせなら一人暮らしできたらいいのにな。おませちゃんね、かりんちゃんね。
ちょっと強がってんのかな。両親が離婚するってのに随分と冷めた子だな。強がってるだけじゃない？言っても子供だよ。カリン、こんなとこで何してんだ？あ、パパ、探してたんだ。探してたって大丈夫なのかよ。ママに怒られねえか？知らない、興味ないし。なんだ、元ヤクザって聞いてたが、カリンちゃんをさらう雰囲気じゃないな。あのパパ、渡したいものが。はあ？ちょっとカリン、勝手にどこほっつき歩いてんのよ。はあ、ちょっと出てくるって言ったよね。ああカリンちゃん、はあ、ちょっと出てくるって言ったよね。うんって言ったじゃん。聞いててもね、聞こえてないことはあるの。おいおい、あずさ、お前本気なのか。離婚するってよ。しかもカリンまで連れ出して。ん？パパ、え？どういうこと？おい、あずさ、お前本気なんか？離婚するってよ。しかもカリンまで連れ出して。あ、そっか。奥さん勝手に家出してきちゃったんだもんね、カリンちゃん連れて。もちろんよ。カリンは私が育てるの。あんたに預けたってろくな大人にならないでしょ？ああ、お前に言われたくねえよ。それに俺だってな、権利は。ほら、カリン、行くよ。先生のところに戻らないと。カリンちゃん何したかったんだろう。ほんと離婚とかどうでもいいんだから。なんだろうね、パパに渡したかったもの。ほら、あんた何してんのよ。行くわよ。お母さん子供を見てないな。クソが勝手なことばっか言いやがって。さらう雰囲気ではないね。 お父さん、カリンちゃんなんか破り捨てたみたいだけど。サーカスのチケット、これを父親に渡そうとしてたのか。後でカリンちゃんに返してあげるか。事務所に戻るって言ってたよな。追いかけないと。お父さんと見に行きたかったのかな。ねえ、タクシーで行こうか。タクシー拾ってこ。そっちの方が早いでしょう。そっちだね。もう、しかし、あのあずさっていうお母さん、護衛でついてるって言ってるのに、もう一人で歩いて行っちゃいましたね。タクシー。お、いた。金出せい。あれ、おい、ほら、金出せい。もうすぐそういう危ないもん持ち出して。やばコンビニだ。コンビニの前で危ない。ううう、煽ってんのか。おら、煽ってんのか。おい、こっちも。おいよし、これでうる。おい、やばい、ここのコンビニでもうご飯買えなくなっちゃう。おれ、おいや、よし。だが時間食っちゃったよ。EX ポイントじゃなくて EX ってあんまりたまらないんだね。うわー、ごめんなさい、女の子だ。ごめんなさい。タクシーあった。青い印がサブ。ああ、これか。サブクエですね。なるほど。ありがとうございます。どちらまで行かれますか？ここです。七福通り西。それでは出発いたします。はい。私、前回の配信でもっとあの目的地とかミッション分かりやすくしてほしいって言いましたけど、確かにこれ以上ないぐらい分かりやすいかもしれない。やっぱり私が全然ちゃんと。おい、誰、どこだ、おら、来たか。おら、あ、京浜同盟の人たちじゃん。
うるっ、次や、うるっ、コーンで、おいるっ、やばいやばいやばい、コーン、せっかく持ってたのに、あ、やばい、この掴んでの、ちょっと待って、掴んでの、掴む、掴んでここに押し付けてのこれ、はい、おら、ういよっしょっと、お顔失礼、よし、しばらく寝とけって、ちょっとご飯食べてこか、ちょっと体力回復、綱おにぎりどれぐらい回復するのかな、ちょっと食べてみよう、綱おにぎり、うん、めっちゃちょっとだ、あ、違うか、あ、うん、めっちゃちょっとだね、おでん、おでんぐらいにしとこうか、おでん、うん、よし、これぐらい、はい、オッケー、よし、健太事務所、ここ、無事来てるかな、かりんちゃんとお母さんは、勝手に歩いて行っちゃったけど、あ、来てた、お父さんもいた、そしてお父さんの弁護人か、及川ってやつか、あれが、あれ、あんたさっきの、かりんちゃんのお父さん、どうしてここに、あ、店で食事した方がいいかも、店でもできるのか、なるほど、ありがとうございます、今度やってみます、そっちの方がコスパいい可能性があるってことですね、ニヤニヤ顔のと、ふーん、変わってませんね、この事務所も相変わらず汚い、どんな声だろうこの人、大川、何しに来やがった、大川、じゃああいつが相手側の弁護士、そして源太先生の元弟子、大川俊英だっけ、大川俊英、俊英、俊英、源太先生、そんなに警戒しないでくださいよ、今日はただ話し合いに来ただけですから、何、話し合いだと、裁判などせずとも両親の話し合いで親権を決められればそれがベストでしょう、まあそりゃそうだな、こっちは親権を父親に渡すつもりはないわよ、これを見てもそう言えますか、は、浮気じゃない、ひー、ほら、わかる、こういうのわかる、あ、それとこれもです、うわ、ホストじゃないこの人、この風貌若そうだね、あずささんよりお母さんより、及川、この写真どうしたんだ、旦那が奥さんの浮気を疑っていたので探偵を雇って奥さんを調べたさせたんです、ふん、これがどうしたっていうの、この人ただのセールスよ、おごってくれるって言うからごちそうになっただけだし、それだけだよ、はあ、奥さん、嘘はあけませんよ、嘘は、もう一枚決定的な写真があるんです、ほら、はあ、ホテルだこりゃホテル前か、奥さんどういうことだ、いやー、これ子供の前でやめようよ、何これ、知らないわ、飲んだ後すぐに帰ったもん本当にそう言い切れますか、覚えてないんじゃないですか、探偵によるとあの日随分と、ね、めいてなんて読むんですか、してたようですか、それはなんてこった、こんな写真があるとは、違う、はめられたのよ、そうよ、そうに決まってるわ、ん、はめられた、あの男裁判の前になって急にやってきたし、連絡先だって嘘だったわ、それに私お酒強いのに、あの日はすんごく酔っ払っちゃって大変だって変だったの、きっと薬が入ってたの、これは罠よ、んまさか逆ハニートラップ、及川は手段を選ばない男と聞いてたが、ここで一つ提案です、裁判をする前に冷静になってよく考えてみません、こんな写真があったら奥さんはまず親権を勝ち取れません、
それに奥さんに不貞行為があったとなると我々は慰謝料を請求することもできません。大井川、何が言いて？旦那は寛容な人でしてね、親権を譲るなら慰謝料はいらないと言ってます。旦那さんどうしてもかりんちゃんをね、自分の手元に置いておきたいんだね。お前らしい汚ねえやり口だな。浮気相手の男もお前の差し金なんだろう。奥さんは離婚届にサインしてくれりゃいいんです。親権は父親が持つってことでね。源太先生、お分かりですか？状況は罪、すでにあなたの負けは確定したんですよ。まあこれが痛かったんだろうね。あんたは負けた、私は勝った。源太先生に恨みがあるって言ってたからね。負けだと？大井川、裁判はゲームじゃねえんだぞ。負け惜しみにしか聞こえませんね。勝たなきゃ意味がないでしょうが。ねえ源太先生、私絶対にやってないの、信じてくれますよね？そりゃあ信じたいですけど、困ったな。もしもハニートラップだとしたら、逆、そっか、ハニートラップだとしたら証拠がつかめるかもしれない。裏付け調査やってみる価値はあるか。源太先生、俺ちょっと外出てきます。調べたいものあるんで、サインは待っててください。源太先生、分かったね、きっとね。矢が分かった。及川は私のこと知らねえだろ。この辺のな、カムロ町で探偵張ってんだ。こっちはお前がハニートラップかけた探偵に負けるわけがねえんだ。こっちはヤクザともつながってる。なんだったらもうヤクザみたいなもんだ。チンピラどもから金巻き上げて負けるわけがいないんだ。こっちは私がいるから見とけ。とりあえず奥さんが言った覚えがないと主張してるラブホ当たってみるか。ラブホ街といえば北のヒルズガーデン周辺か。写真を元に当たってみるか。写真に写ってるラブホを探す。ちょっと待って、どんなやつだったかちょっともう一回見よう。ケースファイル、ここで役に立つケースファイル、これね、サイドケースに入ってる夫の外出先じゃなくて、これか、この中に入ってるかな。ここあんまり使ってなかったからちょっと今ここだね。この証拠の中に入ってるね。ここでこれか、拡大、これ以上拡大はできないか。でも白と赤黒っぽいタイルの壁だね。それにブルーのメニュー表、なんて書いてんだろう。あ、名前書いてあるんじゃない？ルクシア、なんとなくルクシア、ブルーじゃない？ブルーホテルだ。ホテル、ルクシアブルーホテル。オッケー、オッケー、オッケー。頭に焼き付けた。ルクシアブルーホテルを探します。でホテル街はこの辺と。はいはい、いいよいいよ、一発で見つける。そういえばそうだよね、この辺前浮気調査した時もうこの辺歩きましたね。もうちょっとこっちだね。おいや、おらおらおら、おい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 、おら、おら、おい、おら、このこの三角跳び、これをもっとうまく
くできるようになりたいんだけど、むずいね。なんかどうしてもスライディングになっちゃう。クソが言われて、こっちだって黙ってられるか。ほら、うる、ういやばい、一気に詰める、うい、しゃー、ダグ、時間食っちゃったよ。やるのか、こら。あ、一般人でした。ちょっと体力は後でお店に、お店で食事してみたい。あのアドバイスももらってるので。で、ちょっと、ステータスアップさせよう。今、ポイント3200まで来たので、この辺アップしていこう、どんどん。コンボスピードアップ。コンボスピードアップ。あと、ボディバランス。一戦限定か。え？集合のアルコールに強くなる、その分。なるほど。駆けつけ一杯。バトルの方やろっか。三角飛び投げ。ちょっとこの辺 SP ポイントが、そんなに高くないので、この辺、もうどんどん解放していこう。馬飛びラッシュ。馬飛びの中、敵の上空で死角。だいぶセーブしてないね。あ、してないです。こまめにしてった方がいいです。リトライになるからいいかなと思ってたんですけど、基本、1回の配信でショーの終わりまで行くつもりで、やってます。けどセーブどっかでしないと、なんかどっか戻っちゃったりするかな。ちょっと待って、キャンセルスウェイ。ちょっとこの辺、ちゃんと見た方がいいな。コンボ中一戦はスウェイ。キャンセルウェイ。コンボ中一戦はスウェイ。演武はローリングを繰り出し、素早く行動キャンセル。なるほどね。キャンセルウェイ。コンボ中に得点のタイミングで R1 と×。あ、了解です。あ、ありがとうございます。大丈夫そうですね。ショーの終わりまで行けば大丈夫そう。攻撃に力を込め敵のガードを崩す。一戦限定のもの結構あるね。あとは EX 飛び。EX 壁飛び。壁飛び。砲撃壁を蹴って飛び上がった勢いを利用して空中から打撃を与える。三角飛び中に三角か。三角飛びが難しいんだよな。はい、SP ポイントだいぶ使いました。あ、ちょっと牛丼。こう、牛丼屋がある。いらっしゃいませ。兄さん、牛丼ください。特盛り。特盛り。これと、味噌汁もつけて、サラダもつけて。あ、ビールは、回復しないんだ。じゃあ、牛皿も。いいね。いいね。牛丼、いただきまーす。クーポンなんかもらった。いただきます。こりゃうまい。昔友達が牛丼にあのサラダにかけるなんだ、フレンチドレッシングをかけて食べるとうめんだよって言って、なんか やったことがあるんですよ。すんごいうまくないの。すごく後悔した。一杯牛丼無駄にしちゃったってぐらい全然合わなくて、普通に紅生姜で食べるのがやっぱ一番うまい、牛皿もいただきます。さ、行くか。いいね。回復。ありがとうございました。ごちそうさん、美味しかった。ありがとうございました。ちょっとキムさんに顔に来る。今度新メニューも出るんで、そちらもよろしくお願いいたします。お、新メニューか。楽しみにしてるよ。ええ、僕も試食したんですが、すごく美味しかったです。いいじゃん、この人、このお兄さん。こういうコミュニケーションが自然にできる人いいと思うよ。へえ、お兄さん名前は？キムさん、キムの息子ですって言ったら面白いね。顔似てるから。私、店長の、キムさんみたいな喋り方になる。私、店長、当店の店長、
夏川と言います。夏川さん、お、フレンドイベント、あ、店長さんなんですね。俺は矢上と言います。矢上さん、ぜひまたご利用ください。新メニューお楽しみに。よっしゃー、店長さんだからちゃんとお客さんと自然にね、お客さんに自然に宣伝してたのね。ええ、わかりました。ありがとうございました。よし。で、今の目的は、ホテル。ホテルを探せ。ここじゃないな。ここじゃないね。お、いるね。お金巻き上げられそうなやつが。おい、うる、いって、えい、お、馬飛びじゃない、これが。うん。一個でかいやつがあるね、この白いの。体でかいね、この人。うい。うる。ちゃんとガードしてる、こいつ。ただ、これにはかなわんだろう、これには。うらっ、うい、うい、見たか、まさかこんなん使ってくるとは誰も思ってなかろうに。ただ私は武器をどんどん使っていく。おら、こうやって振り回して、うい、うい、コンコン、うい、はい、もう最後のこの青ジャージはもう完全にもうやっべやべ、仲間2人もやられてやっべってなって戦闘のこう意思を失ってましたね。こっちだ、こっちだった、この辺ですね。コーンいっぱいあるな、ここ戦うポイントだ。はいはいはい、来た来た来た、ほら、そのうえおりゃおりゃ、全部コーンでいってやる。ほら、立て、おる。ふふー、コーンが一番楽しいぞ。よし。あ、ごめんなさいね。怖いシーンをお見せしちゃってね。この、ここではないか。なんか見た目はちょっと似てるけど。まずぐるっと回ろっか、この円のところね。この辺は違うね。こっちから行けるかな。この辺は違うね。あー、なんかやばいやつまた絡んでくるな。ちょっとホテル探しに集中したい。あ、ここだ、見つけた、ここだ。おるおる、あら、またこいつか。うわ、さっきやっただろ。おい、起きろ。うれ、いいね。スキル解放したから、なんか戦い方にバリエーションが増えた気がする。うれ、いいね。城づくしの格好して、おらおらおら、ういおい、いいね、うい、せいやせいやせいや、おい、こい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 、やるかやるかやるか、おる、うふう、爽快感。あ、かなさん、看板ワイフ、看板ワイフデフォルトの挨拶さて、ここか、あれ、さっき見つけたよね。あれ、どこ行った、ここ、あ、ルナブル、ルナか、ルナ、ラクシーかと思ったら、ルナブルホテル、ここだ。え、どうしたらいいんだろう。写真の場所を見つけないといけないから、なんか落ちてる。写真の場所を見つけるんだよね。
看板は明らかにここなんだよ。ここ？ここは駐車場か。入り口はこっちだな。ここだ。ここだ。ただいま満室。昼間から。ここが写真に写ってたラブホだね。なあ。あれ？お客さん、うちにようお一人？あ、はい。このホテルの方です。うん。ああ、受付のもんだけど、そうか。あんた、代理の人だな。代理の人？まあ、誰でもいい。あと10万くれりゃ、今度こそ映像消してやるよ。あの、誰かと勘違いしてませんか？俺は八神探偵事務所の八神ってものですけど。うん？八神？探偵事務所？ああ。ええ、今調査をしていまして、ちょっと聞きたいことがあるんです。なんだ、違うのか。早くしねえと支配人に見つかるじゃねえか。おい。おい、ジジイ。チャラい若者。あ、この人。服が一緒。写真と一緒。お、やっと来たか、遅かったじゃねえか。あ、こいつ。これだね。あずさを手玉に取ってた男だ。写真に写ってた男か。ああ監視カメラの映像まだ消してねって？どういうことだよ、こんにゃる。もう金は払ったろ？払ったら消すって約束だったよな。へへ、今フロント、ん？懐が寂しくてな。あと10万円もらえねえかな。すごい。うわ、ふざけんな、じじい。今ここで消さねえとぶっ殺すぞ。おい、お前、大竹あずさを知ってるな。なんだてめえ。ちょっと、お前、本当に大竹あずささんと一緒にこのホテルに来たのか。さっき言ってた監視カメラの映像って何のことだよ。さあね。動揺してんな。さては監視カメラに都合の悪いもんでも映ってんだな。及川に消せと指示されていたが、このじいさんにまだ消してないと聞いて慌ててやってきた。そんなところか。うるせえ、邪魔するようならぶっ殺すぞ。はいはいはい、追い出してやるよ。うれっ、ういせいせいせい、うれ、前、うれ、ういういいね。はいはいはい、連れ回してやります。コーンがあるところまで。私はコーンでぶち、ういうれ、コーンがあるところまで連れてきます。うれ、あ、やっちゃった。チャラい若者を倒しました。よし、大丈夫ですか、おじいさん。なあ。あんた、さっき監視カメラの映像、まだ消してないって言ってたよな。ああ、そうだよ。金になると思って残しておいたんだ。すごいね。こんなチャラ男から絞り取ろうとしてたのか。これ、買ってやるよ。それ買ってやるよ。え、ほんとかよ。いくらで？内容次第だな。映ってるものによっては10万出してもいい。おー、やった。ちょっと待ってな、すぐに持ってくる。すごいね、すべて金か。この世は金なのか。誰にも見られてないよな。大丈夫だ。午後8時27分からの映像、10分間ほど見たい。残ってるか。ああ、映像はこれに入ってんだ。あ、なんだ、監視カメラの映像におかしなもの映ってないか。これは、お、え、怪しいな。え、違くない？あ、この女、あずささんじゃないぞ。全然別人じゃないか。この時刻、浮気の写真と同じ時刻だが、女は別人だ。ってことは合成か。顔だけ合成したのか。別の女にあずささんと同じ服を着せて。すごい手が込んだことやってますね。及川、
これは及川が捏造した証拠になるぞ。おれー、 うわ、おい、ひー、うわ、壊された。でもこの受付のおじさんが、いや、さすがに無理でしょう。さすがにこんなにパソコンがこんなことになったら、そんなタカタカやっても反応はしないでしょう。ああ、おいジジイ、舐めた真似しやがって。ひー、データはこれだけだろうな。コピーでも取ってたらぶっ殺すぞ。これだけです。ひひざまあ見ろ、証拠は消してやったぞ。逃げて。くっそ、及川の野郎。そんなにもう及川が言ったことは絶対ってぐらい結構怖い存在だったのかな、あのチャラ男にとって。八神、何か分かったか。ええ、あずささんが男とホテルに入っていく写真、あれは捏造された偽物でした。ん、なんだと。及川、お前言いがかりは困りますね。捏造したっていう証拠はあるんですか。いや、あったが、データごと PC を壊された。誰かさんが手を回してくれたおかげでな。ふっ、話になりません。及川、証拠を法廷で出さず、ここで見せたのは捏造がバレるリスクがあるからか。あはははは、何を言ってるのやら。とにかく証拠もなく奥さんの記憶を当てにならない、奥さんの記憶も当てにならない以上、この浮気写真は有効です。でもさ、写真のプロが見たらね、なんか作り物だって偽物だって分かりそうだけど、れっきとした本物の証拠品ですよ。そんな分かんないもんなのかな。さあ奥さん、どうします。慰謝料払った上で法廷でこの恥ずかしい写真を晒します。いや、自分じゃなかったら戦えばいいって思ったけど、お金もかかるのか。娘をこれからね、シングルマザーで育てていくんだったら、そんな大金は払いたくない。うーん、難しい。嘘でしょ。そんなんでサインするんだったら、そもそも娘を育てるとか言うな。自分の恥ずかしいの方が勝つんだったら、奥さん何をするつもりですか。もう勝ち目なんてないでしょ。恥をさらした上に慰謝料まで払うくないなら、カミカミです。恥をさらした上に慰謝料まで払うくらいなら、今離婚届書いた方がマシだわ。あー、見てよ娘の顔。そんなこと、奥さん冷静になってください。大事なのはきちんと話し合うことです。源太先生、もういいです。あなたにはがっかりしました。え、もう私決めたんです。いや、娘の顔見てよ。ふふふ、これで親権は親父のものだ。源太先生、俺の勝ちですよ。これはまあ、元ヤクザの親父、今のお母さん、どっちについたとて、娘はもう頑張って自立していくしかないね。頑張って自立して自分の人生切り開いていくしかない。ついにあんたを任してやったぞ。くっ、二人とももう勝手にすればいいんだ。私は一人暮らしするから、あとは勝手にやってよ。いや、まだ甘えん坊したい年齢だよ。カリン、何言ってんだ。父さんと一緒に暮らすんだぞ。ヤガミ。なあヤガミ、カリンちゃんの気持ちはどうなのかな。え、母親は娘さんを連れて突然家を飛び出したみたいだし、3人でちゃんと話し合ってんのかな。カリンちゃんの気持ちですか。
それについてなら俺に一つ心当たりがあります。ちょっとお水失礼します。何？心当たりだと？すいません、及川が来てから私そびれちゃってたんですが、これがかりんちゃんの本当の気持ち、それがわかる証拠品があるんですよ。あー、もしかしてサーカスのチケットって3人分だったんじゃない？お父さんとお母さんと自分、お父さんに渡してみんなで行こう、仲良く仲直りしてほしくてお父さんからお母さんに渡すようにしようとしてたんじゃない？だとしたら、だとしたら胸が痛い。八神、それは？かりんちゃんはこれをお父さんに渡そうとしていて結局破り捨ててたんです。何？父親にこれを？はいはい、もしかしたらそこにかりんちゃんの本当の気持ちがあったんじゃないでしょうか。ん？サーカスのチケットか。ん？これ、うわー、3枚あるみたいだな。え？え？ 3 枚ですか、それって。なるほどな、八神助かったぞ、突破口が見えたよ。ん？突破口？なあかりんちゃん、本当はご両親に伝えたいことがあるんよね。かりんちゃん、何のこと？このチケットをお父さんに渡そうとしたんだって。あ、サーカスのチケットが3枚用意されている、これが君の本当の気持ちじゃないんじゃないかな。ん？カリン、どういうこと？あ、3枚ってまさか。そうだよ、3人で一緒にサーカスに行きたかったの。え？3人で？昔みんなで一緒に行ったことがあったよね。あの日もパパとママ喧嘩してて、でもサーカスに行った後仲直りしてたから、いやー、けなげけなげだよ。お母さんとお父さんに響いてくれればいいけどな。なんかでも毒親だからこの一時は響きそう、この一時だけ。今回もサーカスに行けば仲良くできるって思ったの。かりんちゃん、君はそれをお父さんに渡さず破り捨てていたらしいね。なぜだい？それは君我慢してるな。いや、さすがだね源太先生、この目は節穴じゃない、人の心を見抜く目を持ってる源太先生。あ、なあかりんちゃん、血のつながった親相手に遠慮することはない、それが本当に大事なことなら君の気持ちを思いっきりぶつけてやりゃいいじゃないか。自分の気持ちを、うん、やっぱ強がってたんだ、なんてエコなんや、本当になんて純粋で、なんか強がってたのもまた可愛いね。言えないよね、お父さんとお母さんが盛り込んだっつって、どっちが自分を引き取るかなんてね、争ってたらね。ああ、そうしなけりゃきっと後で後悔する、だから今のうちに正直に話しておいた方がいい。今さら何をしても無駄ですよ。うん、うん、おじさんの言う通りだよ、ずっと我慢してたの。だって離婚したいって言ってるのに、私がわがまま言ったら二人とも困るもん。カリ、お前一人で暮らしたいなんて嘘だよ、本当はこれからも一緒に暮らしたかったんだ。っていうかそのぐらい分かってよ、バラバラに暮らすなんて絶対に嫌だからね。かりん、お二人ともどうですかね、かりんちゃんの気持ちも考えてもう一度話し合ってみては。奥さん突然飛び出しちゃったから3人で話し合ったことないでしょ。そういえばそうだったわね。
それでもまだ離婚するってんなら俺は反対しません。もう一度相談にいらしてください。冷静、なんだこれは。もうなんかゲームが変わってきちゃった。まあ確かに俺たちだけの問題じゃねえしな。カリン抜きで決めるってのもな。そうね、親としての責任もあるわけだし子供のおかげで冷静になったね、親も。とのことだ、及川。お前の出番は終わりみたいだぞ。ちょっと待て、源太先生。あんた勝負を放棄する気かい？そんなことは認めないぞ。源太先生だってこれじゃ成功報酬が減っちまうでしょ。及川、お前まだ分かってねえみてえだな。何？弁護士はな、依頼人の人生変えちまうような大きな決断に立ち会う仕事なんだ。金やプライドのために判断してたら依頼人を不幸にしかねない。ああ？何が言いたいんです？もうヤクザじゃん、及川。ああっつって。いいか、極論それが依頼人のためになるなら裁判に負けたって構やしねえんだよ。負けても構わないだと？及川変われ。お前今が変わるチャンスだぞ。お前も素直になれ。素直になりたいんだろ、本当は。もう一回源太先生に親みたいに可愛がってもらいたいんだろ。素直になれ。及川よ、目先の勝負にこだわってる限りお前は一生半人前の弁護士のままだぞ。くそ、この機に及んで説教など。チャンス、今がチャンス。和解など認めるものか。やれやれ、やっぱお前には分からねえみてえだな。なあ仁さん、本当に離婚してしなくていいのか？こいつは簡単に若い男と寝るような女なんだぞ。でもそれ、相手の弁護士は偽物だって言ってるぞ。そりゃ向こうの勝手な言いがかりですよ。証拠はないんですからね。それに奥さんも酔ってやったか覚えてないんだ。あなたはそれなのに信じられるんですか？それは。信じられないんでしょ。わかります。それがあなたの奥さんへの本心なんです。この人詐欺師みたいだね、及川。いいとこで噛むので、ほらもうとことんそういう星の元に生まれた運命なのか、ちょっと何言ってるのかわからない。自分でも何言ってるのかわからないので先に進めます。今よりを戻したとして、今後二人でやっていく自信はあるんですか？ないんでしょ。もう詐欺師にしか見えない。詐欺師。もう、バカ。お父ちゃん。なんでこんなやつ、こんなやつのに言われたこと、カリンの言われたこと思い出せ。カリンがさっき、勇気を振り絞って言ったことを。確かに、そうかもしれねえが。まずい。旦那の心が揺らいでいる。及川のやつ、この木に及んで汚い真似を。ジンさん、この写真は正真正銘の本物だ。こんな不貞行為を許しちゃいけない。もし。あ、ごめんください。八神さんいます？あ、いいとこで来たね、受付のおっちゃん。やっと見つけたぜ、兄ちゃん。ん？あんた確かラブホの？どうしてここに？あんたの事務所名前聞いてなかったから訪ねて行ったんだけどいなくてよ。そしたらヤクザみたいな兄ちゃんに、あんたはここにいるはずだって教えてもらったんだ。カイトさんか。あ、すいません。今ちょっと取り込み中なんですけど。あんた10万円でデータ買うって言ってたよな。え？そうですけど、PC は壊されましたよね。それに他のデータはないって。まさか。この受付のおっちゃん、コピー取ってた？まさかね。あれは金髪の兄さんにぶっ殺すって脅されていった方便や。この人まさか。
実はよ、後で金になると思ってデータをコピーしといたんだ。ねえ、こんなさ、この人データコピーとかできんの？ちょっと偏見でさ、悪いですが、ラブホの受付やってるおじさん、データコピーとかできるの？へへへ、もうめっちゃ頭いいじゃん。なんですって？10万だ、買うか。ここで10万は高い。言ってみたいけど、ダメ。私は弁護士。負けるな。買う。10万で買う。ああ。もちろんだ。買う。いい顔してるね。二人とも。へへへ。毎度。商売やった方がいいんじゃないか、このおじさん。ゲンタ先生、PC を借りますよ。それと10万。必要経費で。必要経費じゃない。必要経費で落としていいですよね。何？あ、10万だ。よくわからんが、随分とかかるな。ああ、おいかはチャンスだったのに、買われるチャンス逃した。よし、バッチリだ。八神。おい、八神、どういうことだよ。価値を確定した顔をしてます。及川さん、これが何のデータかわかるか、あんたが必死に消させようとしてたもんだよ。まさか。これが証拠だ。あんたが捏造した証拠。ラブホの監視カメラの映像だ。もうこれさえあれやね、もう勝ち確定ですからね。なんだと。バカな。八神。どういうことか説明してくれ。この写真の通り、不倫写真が撮影されたのと同時刻、相手の男は別の女とホテルに入っています。同時刻に一人の男が別の女とホテルに入るなんてできやしません。つまり及川の持ってた写真は別の女と撮った写真を加工してでっち上げたものだったってことです。何だと。及川、そりゃ立派な捏造だぞ。捏造だぞ。早口言葉なのかこれは。立派な捏造だぞ。お前、ついに取り返しのつかないことを。その。この証拠品、法廷で出されたらどうなるかな。下手したら弁護士資格は剥奪されることになるな。及川よ。それでもまだ裁判するってんなら俺は付き合うが、どうするよ。真剣の裁判よりあんたの捏造を裁く裁判が必要になりそうだな。お、大変だ大変だ。あ、逃げた。また勝負をふっかけてきそうだね、源太先生に。なんかそう思ったら、もうなんか弁護士の先生っていうよりかは、本当になんかお父ちゃんから愛情を受けて育ったにもかかわらず、素直になれなくてちょっとぐれて悪い方向に行っちゃった、なんか息子って感じに見えてきちゃった。でっかい息子。たく、あいつほんと成長しないな。なんか源太先生もそう思ってんだろうね。息子みたいにお世話してて、曲がった方向に行っちゃったなって。パパママ、もうこれ必要ないよね。あなた。ああ。ああ、そうだな。もう必要ない。よかったね、かりんちゃん。八神、ありがとな。今回は助かったよ。いえ、こちらこそ。源太先生の弁護士としての筋の通し方見せてもらいました。及川と違って分かってるみたいじゃねえか。だったらどうだ、弁護士に戻ってみるか。今回だって
随分とお手柄だったじゃねえか。俺は探偵としてやれることをやっただけですよ。今日のことで痛感しましたけど、俺に先生ほどの器はないんで、やっぱ弁護士は厳しいっすわ。いや、そんなことないよね。この人を真実をこう見つけようと、白黒はっきりさせようと、自分のプライドもあるかもだけど、それが彼の正義。やれやれ、どうして俺の弟子ってのは弁護士として半端なやつばっかなのかね。その半端な弟子ってもしかして俺も含まれてんですか。新谷先輩、探してました。すっかり目的忘れてましたけど、私ホテル探しとかして。新谷、お前いつの間に帰ってきた。ついさっきですよ。新谷先生のこのグラサンはギャグみたい。なんか盛り上がってたみたいですね。だから邪魔しちゃ悪いと思って静かにしてたんですよ。ちょうどよかったな、八神。お前、新谷になんか話があったんだろ。それそれ。それそれ。新谷先生、ちょっといいか。ああ。一応、あんたの耳に入れときたい話がある。忠告、警告、警告しとかないと。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。え？来いよ。新谷先輩はね、めちゃめちゃいい先輩だからね。で、かっこよかったよね。羽村を無罪にした時の証明の仕方も。すごくかっこよかった。羽村の頭から苦情が来てる。お前のことでだ。せっかく無罪になった事件を蒸し返すなってよ。俺も同感だ。気分が悪い。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。違う。あんたが勝ち取ったか。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。おかげでうちは今弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？あの事件、羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。はっ、偉そうな口叩きやがって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろう。今逃げ回ってんのは羽村の方だよ。教令会に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。まだ情報は言ってなかったか。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。あ？だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。目的はそれだった。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。なんでそんなこと言うの。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。なんか知ってる。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。なんか知ってる。どういうことだ。知ってる風の言い方だ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。だいたい弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷。新谷、あいつのこと指して言って言っちゃって。尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。
なんか知ってるね。なんか知ってるね。ムビシンかっこいいなーですね。なんかもう迫力がありまくりですよね。そういえば新谷先生とかもね、かっこよかった。最近羽村さんとよく連絡取り合ってました。どんな話してた？さあ、八神さんの悪口で盛り上がってました。ああそうああそう、本当にノーダメージって感じだな。私だったら悪口なんて言われてるって聞いたらすごい動揺しちゃうけど。新谷先生、何かモグラの手がかり握ってるんですかね。本当にそうなら喜んで言いふらしてそうですけど。ゲンタ先生、お前も新谷ももう少し譲ったり歩み寄ったりできねえのか。今度またここでやり合ったら俺の拳が黙ってねえぞすごいなんか柔らかそうな拳だよね。むぎゅっむぎゅっ、ケンタ先生の拳。まあ新谷先輩は新谷先輩の正義をちゃんと持ってそう。なんかあのなんだろうな、弁護士としてのね。八神はもう弁護士というか、まあ信念も違うし、お互いにちょっとね。ああ、海藤さん久しぶり。海藤だ。今松金組の事務所前に来てる。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるね。黒岩？ああ、綾部の上司だっけ。そうだ、その綾部も現場に来てる。ちゃんとデカらしく働いてるよそれでまた奴からサツの捜査情報なんかが取れるかと思ってな。今から店内に誘い出してみる。お前も来られるか。うん、分かった。テンダーだね。おっと失礼よ兄さん。テンダー、テンダー、バーテンダーはここですね。よし行こう。あー、カムロ町の夜が来た。また一日があっという間だよ。夜になるとチンピラと、もうなんか夜行性の人々がね、動き回るから人が増えるね、この街は。夜になるとラーメンでも食べたいところだけど、その前にうるっ、よいしょ、うるうるっ、おれ、おー、いいね、よいしょい、お眠りなさい。うるっ、うや、いいね、アイテムアイテム、これい、コン、このアイテムでコン。なんだこれ、お、お、3000ゲット。3000だけかいよ。もっとないんか、もっとないんか、だせや。へい、3000か。時間食っちゃったよ。まあいいか、まあちょっと。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。牛丼は、あれ、カムゴクーポン 10% オフがあるね。チェックが入ってんのが 10% オフってことじゃないか。チェックが入ってんのなんだろう。ちょっとご飯食べたいけど、待って。ありがとうございました。さっき牛丼食べたから違うところでご飯食べたい。なんかどっかないかな。目的地に行くまでになんかご飯屋さんがあったら、炙り本舗肉マグマってのがある。行きたいな。焼肉がいいな。行けないか。階段ないかな。窓から侵入したりとかできないか。階段とか窓から侵入したりとかできないか。富士そばとか入れるかな。あ、富士そば、あ、富士そば入れる。おお、すっごい、めちゃめちゃ急いで食べたい人みたいになってる。あ、チェック入ってるのは多分食べたことやあるやつです。なるほどなるほど。そういうことか。ありがとうございます。富士そば、何がいいかな。私はね、冬でも冷やしを食べる女なんですよ。
なぜかね、冷やしが好きなんです。冷やしきつねそばと、あとはカレーライスお願いします。安いね。2つ食べても880円。いただきます。気に入った。あ、うまい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 、いいね、いい組み合わせでした。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、これで、お、なになになに、ちょっと待って、でっかいコーンがある、でっかいコーンがある、すごいね。これ持てるのかな。これを使って、ちょっと待って、これがあるのはここか、中道通りと天下一通り裏の中心か。今度これを使おう。うい、失礼。あ、食事コンプリートとかある、あるのか。食事コンプリートがあるんですね。あ、猫宮さんいるけど、ちょっと今はいいとして、ここか、バーテンダーここだっけ、バーテンダーここだ。食事コンプリートすごいですね。いいですね、やりたい。こう物騒じゃ情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。だいたいお前らにも松金組に東ってネタ元がいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか。もし羽村にバレたら、あいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合、バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のため。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ、じゃあ俺はただ酒奢らされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。ちょ待てよ。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は夕べから羽村が姿を消してる。知ってたか、うん、知ってる。組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ、うん、はあ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ。もうなら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。面白い男だな。世間話ね。じゃあそうだな。お、来た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 、連続正解ボーナスのクエスチョン来ました。あー、教令会はなぜ神室町に来ただね。これも気になる。今教令会ナンバー2が神室町に来てると。で、羽村をやれと指示したのはそのナンバー2らしいね、教令会のね。教令会なぜ神室町に来たかっていうのは気になるところ。最近の神室町どう、これ関係ないね。松金組の今の様子、まあバタバタしてそうなのは羽村の若頭いないし、実質ナンバーワンがね、いないからバタバタしてるのはまあ目に見えてる。悪徳刑事と呼ばれる気分は、いやもう絶対これだね。欲しい情報はこれ。そもそもの話、教令会はなんで神室町に来てるんだ、わざわざ関西から、うん、そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。東上会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか。まあ東上会2万5千に比べたら教令会はせいぜい1000人程度。おまけに神室町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、教令会は 1,2 年前から神室町に出てきたが、すぐ東上会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった。教令会のバックには
関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の？そうだ。その梶平系列の仇の会社を強霊会は隠れ蓑にしてた。それが KGA アートだ。なるほど。はいはい。確かに金のあるバッグがいなきゃいきなり強霊会の東京進出は難しいかもな。梶平は強霊会とどういう関係なんだ？大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を？実は東京進出の野心を持っているのは強霊会じゃなくて多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち退かせ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが強霊会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で政治家とか役人変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの？さあな。とにかく強霊会がカムロ町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。複雑になってきた。政治まで絡んできちゃうの。これきっと目えぐられ事件とも何かしら関係があるんだろうな。まあ松金組の今の様子はかな。松金組は今どんな様子だ？昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。あの T シャツ、あのピンクの T シャツのやつだけは絶対ケンゴだけはね、なぜかねもうちょっとあいつだけは許さない。あいつは絶対やってやる。いつか必ず。最近のカムロ町はどう？最近のカムロ町はどうにしよう。あんたの目から見て最近のカムロ町はどうなってる？昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また高層の流れ玉が肩木にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな。街の中でも割と通じんだぞ。へえ。全部質問できるから悪徳刑事と呼ばれるけどな。酒の魚に聞くけどさ、酒の人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの？あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。かもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよ。それもそうか。確かに冷静だ。さすが警察だね。悪徳警官と楽しい世間話か。そろそろ帰るよ。ことを聞いたね。複雑になってきた。かなさんピンチ。じゃあそろそろ帰るよ。キャパがもういいのか。限界。なあ、限界を迎えます。どうしたらいいの？ブー。矢神に。この怪盗だな。この人は。カムロ署組対の黒岩だ。出たー。この人が黒岩。お初にお目にかかります。お前らが無罪にしてくれたハムラは俺がわっぱかけたやつだった。へえ。だから
おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあバレてる。仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ綾部。そんなサボるだなんて。じゃあ俺らはこれで。見た目のギャップよ綾部と黒岩の。一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ八神先生。みんなそれをついてくるね。そんだけ有名人だった時の人だったってことだね八神はね。まあそして八神を恨んでる人たちからそのネタを使われる。ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。多分あいつは綾部のバイトもお見通しなんだろう。でやりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に凶霊会をもう少し調べたい。なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり再開発のビジネスも絡んでる。いい情報だったね。俺らは本当の凶霊会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち凶霊会には友達がいたろ。村瀬のことだね。村瀬さん、村瀬のとこに行く。刑事アートだ。お友達か。まあね、フィジカルとフィジカルでね戦ったわけですから、それはもう友達ですね。よし、カイトさんこっち。あ、待って、私今、もうご飯、そっか食べたんだね。ういすいませんすいません。こういうところも入れるところはあるのかな。こっちだね。こっち。タボ、もうこの街にも慣れてきちまったな。KJ アートだとなるとドローンの出番だろ。もう庭みたいになってきちゃった。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。もう構造も分かってるからね。地図も持ってるでしょ。あ、またいつものもう KJ アート村瀬さん、お友達の村瀬さんを覗くための場所まで、もう場所も確定、ここです。あれ、これタバコ吸えるのかな。これタバコ、そういえば買ったけど、タバコ吸えるのかな。あれ、タバコ買わなかったっけ。私タバコがないな。お酒は飲める。あ、お酒ちょっと回復するね。お酒はまあいいか。まだね、今まだ仕事中だし。よし、それじゃあ偵察してみっか。タバコ今度買ってみよう。あとは俺が飛ばす。海藤さんは人の出入りを見張っててくれ。OK。どうする、どうやって鳩、そっか鳩飛ばすのも、なんかちょっと待って、アイテムがある。別のタブにあるんじゃないかな、タバコ。アイテムのところじゃ、なるほど、回復アイテムだからか、これ。失礼しました。本当だ、ありました。八神が愛煙してるタバコ、これ。でも今決定できない。ちょっと待って、ここで
あ、もう行けなくなっちゃった。は、灰皿の前とかだったら使えるのかなって思ったんですけど、もうちょっと灰皿の近くまで行けなくなっちゃったので一旦ハト飛ばします。あー、もう探偵になってきちゃったな。もうドローンじゃなくてもうハト。ハトはでもね、この頭に、あのドローンに ハトの顔がついてるから、これはただハトって呼ばれてるだけだったみたいですね。フライト、なんか探偵用語でドローンのことハトっていうのかと思ったら違かった。もう発見。あ、待って、どうやるんだっけ。これで上下で、これで前か。オッケー。もう村瀬くん発見。あれ風が強いからかな。風が強いからかも。今日ちょっとドローン不安定、すごい不安定。風が吹いてるからだ。面白い。風が吹いてるからなかなか行けない。あ、やばいやばい。ちょっと村瀬さんもういるんですけど、すんごい。待って壊れちゃうよドローンが。どうしよう。ちょ待て、風強い。ちょ待って、あ、見る。オッケー。風がすごいよ。なんでこのビルの隙間風ですね。村瀬だ。いたよ、友達が。やっぱりいてくれたな。いや、もう覗きだ。なんか様子がおかしいぞ。覗きだぞこれは。もうさっきから中人が少なすぎねえか。ストーカーみたい。そうか。ちょ、やん。動くな。油断してた。うわ、やるな村瀬。村瀬さすがだよ。昨日うちのが松金組弾いたとこやね。登場会の返しを楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。うわ、八神さん、待って、私登場会じゃないんだけど。どうする海藤さん。どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ。おら、にぎやかなマッチや。1、2発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た。こいつだよ。今日も口軽いな海藤さん。あんたは誰だ。強霊界若頭、あ、塩屋っちゅうもんや。塩屋出た。ナンバー2、強霊界の。強霊界のナンバー2か。東が言ってた。おい、サルグツバと手錠や。いや、話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。サルグツアーなんて初めてなんで、手錠も初めてなんで優しくして。いや、え、舐めた真似し腐ってそいつからぶち殺したれ。え、タボやるや。うーわー、また助けてくれた。お前本物だ。驚いてる暇なんてないんじゃない。本物だだよな。やるぞタボ。よっしゃ、戦闘だ。よし、少しは強いの揃ってんだろうな。よし、塩屋さん、少しは強いの揃えてきてるんだろうな。ういや、はい、これをお披露目してあげます。私の得意技、よいしょ。ういや、うえや、カイトさんナイス。うえや、いよいよら、演武してる、舞うように舞うように。
やってますわ。おれおれおい、どすこい。おれいいね。ういういやられた後の強い相手からやられた後のうい、ちょっとしばらく動けなくなる感じが。ういナンバー2とか関係ない。ちょい、お前ら、はい、はいはい、次から次へと来ても一緒です。やったれ、寝ぼけとるんだ。おい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 、なんだなんだなんだ、今のダンス、今のダンスなんだ。こっちも煽ってやろう。ちょっと待って、寿司詰め食べます。ここで寿司詰め食べます。ここでパク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 、早食い早食い早食い。オッケーオッケー、おら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 、うい、あ、ちょっと待って待って待って、うい、うれおろろろろろろろ、酔っ払ってるような感じで戦いますね今日は。いいや、あ、なんか武器持ったやついるね。ういやうれういうういういや、ちょっと避けよう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 。怪盗さん怪盗さん怪盗さん、援護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 、うれ、出て出て出て、待って待って待って、次次次次次次、高級に焼肉弁当、高級焼肉弁当で、タンパク質補給、丸の内弁当でバランスよく野菜も補給、最後デザートに肉まん1個、 OK、 よし、うぎれくれ、うれ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 、やべ、逃げろ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 、いって、やっぱ肉離れ。ちょっと待って、塩屋のあれは関西風ダンスですか。うりゃ、当たってない当たってない当たってない、ちょっと待って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 、寿司詰め寿司詰め来い、寿司詰めじゃ、パク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 、やっぱ肉離れ起こしてます。塩屋やるじゃないかお前、うりゃガードしてるよ。待って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 。おりゃ。一戦に切り替えよう、一戦に。うえ、あとしようと。よいしょいや。ふふ。オッケー。なんとか。いっぱい途中でご飯を補給しました。もういい。ずらかるぞ。たぼ。うん。ここまでにしとこう。ジェスターにまた助けてもらった。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん。わかった。今日は素直だね。え？来んのかよ。ま、待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら。命がないで。おお、まあ彼顔見えてないからね。お、ジェスター。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。若、え、若。よし行くぞ。あれ、結構あっさりカイトさん声かけたら仲間になったジェスター。なあ、あんたら、なんでわざわざうちに集まってくんだよ。たまり場になってる。もしかして迷惑だったか。そりゃ、兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね、
大体そいつ誰です。名前は杉浦文也さん、元窃盗団メンバー、今は一匹狼だったんだもんね。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ、今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた。言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。梶平？協力会のバックについてる？なんてつながりだ。そう、そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。窃盗団のメンバーが元梶平の社員だった。それで？うん、ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊界ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。つまりこの杉浦は梶平グループに恨みを持っている。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ。八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。うん、実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。ない。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。うん。そっちに連絡するときはどうすればいい？なぜ知っとる？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。できる男だね。なんてやつだ。いいじゃん、強い人が仲間に入った。東めっちゃ好き。東いいですよね。もう帰るよ、東はいいよ。あんたらもうね、うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。もう昔の東の顔に戻ったよ、完全に。こいつは私たちの仲間だ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ、持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。
しかしこの距離、この距離、男同士でもちょっとドキドキする距離感ですね、この距離感。ん？誰から？あ、キムさん。京浜同盟の幹部が大勢の部下を連れて街で暴れ回ってます。矢上さんを探、あ、違う。矢上さんを探し回ってるみたいです。矢上さん、あいつらの暴力を止めて。くっそ、どうする？危険度最大でボスが登場。出た出た、この人、この人。私と同類の脳みその持ち主。危険度が最大の状態になると、京浜同盟の人数が増え、幹部がカムロ町に、ああ、はいはいはい。危険度最大でボスが登場。危険度はどこで見れるのかな？出てくんのかな？危険度が戦闘中に。危険度を下げるには時間を経過させてやり過ごすか、幹部を撃破する必要があります。幹部を撃破した場合、町の住人からお礼がもらえます。それはもちろん、撃破でしょう。バトルスキルの、これなん、八景？八景？ビンビン、この、なんて読むんでしたっけ、これ。バトルスキルの、発瓶？ビンビンの瓶ですよね。発瓶？違うね。あ、八景。八景って書いてくれてる。覚えてます。覚えてみますか。バトルスキルの八景。話すと強い。パッと長押しで当たったら話すと強い。それはもう覚えます。私でもさっきバトル SP を結構使っちゃって、今 1600SP なんだけど、八景。一戦の時。あ、これか。あ、1000円だから、ちょうど買える。ちょうどじゃないね。お釣りが来る。ビンビン枠さん。ビンビンのビン、ビンビンじゃないですか？ビンビン、ビンビンするってこういう字じゃなかったっけ？こういう感じじゃなかったっけ？SP を消費して、この。四角長押しで発動、タイミング、四角長、あ、四角、ごめんなさい。パッドじゃないですね。四角長押しで当たると OK です。ありがとうございます。OK。八景、習得。一戦の時だから、まあ、1対1の時ですね。線でいけます。四角長押しで当たると、話す。話す。タイミングよく話す。四角を話す。はい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 。アクションが出てくるんですね。画面に。マップに敵が表示されてる。ありがとうございます。よっしゃ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 。行くぜ行くぜ行くぜ。うん。よし。行け。急ごう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 。急いで行きたい。戦いたい。ここか？いるね。これだね。危険度 98%。いいね、いいね、いいね、いいね。自ら向かっていく。自ら向かっていく。ああ、ちょっと、やからもいるけど、お、すごいね、いっぱいいるじゃん。こいつらか。おら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 、おら、来たね。うい。今は、演武で戦おう。おら。今は演武で戦って、まあ、八景ちょっと使ってみたいところはあるけど。うれ。いいね。あ、EX、 あ、 EX ボスソって出てる。なんだろうあれ。はいはい、ただいま満室は使えないんだ、武器としては。うれ、うい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 、ガードしてるね。あ、そうだ、私肉離れ起こしてたんだ。先生のところで治療してもらわないと。おいや、プレイパスゲット。 R2 押して三角連打も強い。ありがとうございます。そっか、 R2 で発動、 R2 で発動だったね。 EX なんだ、なんだよ、誰だ。ん？マスターから。もしもし。マスター何の用？おお、ターボ、ちょっと面白いことになっててな。マリネーの身の上話が聞けるかもしれないぞ。は？マリネーの？マリネー。
あの人身の上話なんてしないだろ。俺だって聞いたことないよ。今夜はいつもと違う。ターボ、お前さえいればな。どういうこと？今客同士でマリネの正体を推理し合って賭けをしてるとこなんだよ。だがみんなの推理はどうも的外れみたいで、名探偵の登場が、処方されてるわけだ。俺さっきテンダーに行ったばかりだよね。また来いってんの？まあまあそう言わずにさ、賭けに勝てば一儲けできるぞ。じゃあ待ってるからな。頼んだぞ。ああ、マリネーの身の上話ね。気になるところだね。切られちまった。強引なんだか、商売上手なんだか。とりあえずテンダーに行ってみるか。あん。テンダーに行くのミッションが入ってしまいました。ちょっと敵と戦いたいところで、一戦も使ってみたいところではあるんですが、ちょっと、ちょっとね、ごめんなさいね。ストーリーを進めたいと思います。まあまあ、一戦は、戦いはいつでもできるでしょう。まったくな。待て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 。追ってくるな、追ってくるな。今は追うな。今は追ってくれるな。みんな逃げて、みんな逃げてる。逃げろ、みんなで逃げろ。みんなで、みんな、大変だ大変だ。みんなで逃げろ。みんなで逃げ、みんなで逃げろ。みんなで逃げろ。ダメだ、ダメだ、言わずに逃げろ。あ、くっそー、逃げきれない。あ、いけるか。あ、いけるいけるいける。みんな逃げて、みんなついてきた。マスター、あれ。この人じゃあ看護師。あれ、この人あの人じゃない。芸人の、なんだっけ、鯉のぼりじゃなくて錦鯉のツッコミの人。看護師が毎晩一人で飲みに来られるかな。忙しい仕事でしょ。じゃあマスコミ関係でしょ。マスコミ関係の人だって毎晩飲みに来られるほど暇じゃないんじゃない。こんな並び方で語る場。マスター。お、名探偵の登場だな。え、ターボ、どうしたの。マスターに呼び出されたんだよ。探偵だから推理は得意だろうって。お、参加する。参加費は1人1万円だ。かけてるね。これダメなんじゃないの、これかけんの。見事マリネーの仕事を当てたやつが総取りな。3万勝てる。え、勝てば4万か。あ、マスターも参加してるの。どうするかな。なんかノリ悪くない。ターボーが参加してくれるなら面白くなるんだけど。よし、それじゃあ私は5万かける。誰にも当てられないってことに。いいね。陽気なマダムが一人で こんなバーに。え、陽気なマダムさ、さっきあの人と、あのさっき離婚話が出てた何さんだっけ、あのお母さんと同じネックレスしてる。同じブティックで買ったのかな。 5万ってことは勝てば9万の儲け。面白くなってきたね。ねえ、どう、ターボ、勝てば一儲けできるよ。やってみない。乗る。マリネーにそこまでされちゃったらな。よし、乗った。はい。錦鯉の人でしょ、絶対ツッコミの人。ふふ、それじゃあ私の職業当ててみよう。当てられるものならね、存分に観察していいわ。いいんですか。人は見かけによらないからな。見た目だけで判断できるものか。よし、マリネをよく観察して彼女の職業を推理してみるか。うーんと、うーん、
どう見ても錦鯉のツッコミの人。まずはこのネックレス高そうだけど、化粧、外見から職業を推理する。ピカンってなるところがあるんだよね。マニキュアしてる？マニキュア、ネイルとか。靴はヒール、3センチぐらいかな。そんな高くないね。手がちょっと震えてる。見られてることに少し興奮を覚えてるのか。手がちょっと微妙に震えてる体と。え？ん？ん？なんだ？やっぱネックレス。豪華な宝石をあしらったネックレス。かなりお高そうな代物だな。自分で買ったなら生活に余裕がありそうだ。それとも男にもらったのか。ただ毎日一人で飲みに来てるくらいだ。特定の男はいない可能性が高いか。毎日一人でバーに飲みに来てるってやばいですね。それはやばい。やばいっていうのは何だろう。すごくいいってこと。いいじゃん、毎日バーに来て飲んでる。いや、そもそも結婚してる可能性はないか。指輪だ。指輪。これはない。つけていた跡もないな。つまり結婚はしていないと推測できる。みんながみんな結婚指輪するわけじゃないと思うけど。ネイルもしてないね。マニキュアかな。よし、これは有力な情報だな。それとマニキュアをつけてるな。つまりマニキュアをつけても問題のない職業である可能性が高い。医療関係の線は消えたか。受付だったら今時なんだ、なんだこの膨らみは。安物の生地じゃないな。デザインも凝ってる高級ブランドか。毎日仕事帰りに着替えてくるのも手間だ。それに仕事に行くような服装でもない。だとしたら自由業だろうか。あとはやっぱり女性といったら化粧でしょう。化粧、化粧の仕方で怪しいな。髪？随分と明るい色だ。少なくともお堅い職業じゃないだろうな。これだけでまだ絞れないでしょう。明るい髪の色やマニキュアから推察するにお堅い職業じゃない。指輪がないことから結婚はしていないと推測可能だ。装飾品や服を見るとお金には困ってなさそうだ。それと毎日飲みに来てるってことは時間を作りやすい仕事をしてるんじゃない。え、まあさすが探偵さんね。すっごいな。じゃあここまでは当たってるってこと。どうかな。それを言ったらフェアじゃないでしょ。あ、お金に困ってないのは間違いないよ。実は俺見ちゃったんだけど、マリネこの前ブラックカードで支払いしてたよね。ああそういやそうだったな。ん？錦鯉の人完全にね、完全一致。え、それって相当もらってないと作らせてもらえないもんだろ。え？そんなにリッチだったの？つまりかなりの高級鳥で、高級鳥で時間を自由に作れる仕事ってことか。だとするとマリネーの職業は、作家じゃない？ここの感じだったら愛人？いやマリネーに愛人っていうのは失礼な気がする。機嫌を損ねたくない。なぜなら5万出してもらえなくなると困るから。作家、実は人気作家とかバーにネタを仕入れに来てるんじゃないかな。なるほど、そう言われたのは初めてよ。あなたはそれにかけるってことね。ああ、それじゃあターボ以外の人たちは何にかけるの。もうこれで決まったの。いや愛人、愛人だったらね、やっぱ出番は夜。まあ昼間の可能性もあるか。でも毎日このバーに入り浸ってるってことはないもんね。医者だったら
夜だって呼び出される可能性はあるし、作家だね。うん、じゃあ俺は税理士に。僕は専門学校の学園長にかける。どうやって推理した？それを、その狭き職業をどうやって推理した？気さくな青年は。じゃあ私はデイトレーダーに。あー、ありそう。それはありそう。俺は不動産経営者にかけとく。ありそう、ありそう、全部ありそう。で、周りね、答え合わせは。残念、全員ハズレ。私の勝ちね。賞金はいただくから。証明しろ、証明しろ、全部違うってこと証明しろ。愛人か。それじゃこの辺で失礼するね。これから仕事だから。ええ、うんうん、と言っても自由業だから行かなくてもいいんだけど。それじゃあね。結局何者か分からずじまいか。う、勝負になってないじゃないか。うん、私たち完全敗退ね、敗北ね。結局答えも教えてくれなかったし。なあターボー、探偵なら尾行くらいお手の物だよな。マスター、あんたんとこの客、あんたんとこの客や。え、それってまさか。そのまさかさ、マリネを尾行して職業探ってみてくれよ。え、マジかよ。お、いいね、見事正体を突き止めてくれたら報酬も払うからさ。ああ、分かった、受けちゃったよ。仕事ってことなら引き受けるよ。いやいやいや、いいの？マリネ怒るよ。お、いたいた。じゃあとりあえずつけてみるか。怒るよ。いいの？やだ、敵に回したくない。化粧が濃いんだよな、結構マリネ。やでしょ、怒るでしょ、こんなことされたらさ。マリネはちょっと、マリネはね、警戒心強そうだから。あら、あの人は。あ、でもひときわ目立つな、やっぱり。あ、ちょっとおじさん、ひときわ目立ちますね、周りね。こうやってカムロ町普通に歩いてると、この町でに勤めてるなんかホステスさんみたいな、ちょっと高級なホステスさんみたいなね。え、ちょ待って、まずいな、警戒されてる。おい、ちょ、あれ、デジャブか。同じおばあさんが2人、デジャブ、同じおばあさんが2人。同じドッペルゲンガーカムロ町に。どこに行こうとしてるんだろう。ゆっくりね。よし、いた、いるね。なんか居酒屋のなんかおかみって感じでもないんだよね。ちょっとそれにしては派手なんだよね。にしては派手なんだよな。作家でもないか。まさかあの中に、選択肢の中に答えなかったのかな。あの車の陰に隠れ。おっとっとっと、待って、あの人は。待て、やばい、危なっ。オッケー、尾行完了。え、
マクドナルドじゃないか、ハンバーガー屋さん。え、あそこはマリネ。嘘だろ、高級ソープ、バルハランド。高級ソープならまあ儲かるかもしれないけど。お、ん、なんでマリネから。変な誤解はしないでね。この店4階に知事がやってる隠れ家的エステがあるの。仕事の前にリフレッシュしようと思ってね。バレてるね。まさか尾行に気づいてたの。気づくよな、そりゃね。うん、つけてくることにかけてたからすぐに分かっちゃった。これはやられたね。まさか尾行に気づかれるとは。マリネ何者なんだよ。だがこの後仕事に行くならチャンスはある。今度こそバレないようにつけてみるか。当然ながらマリネに俺の顔は割れている。とするとできることは何？カイトさんに頼むとか。今はマリネにバレずに尾行する方法を考えよう。え？どうやって？変装。なるほど。忘れてた、それを忘れてた。その手がありました。変装。まあやっぱりこれが一番怪しまれないかな。張り込みじゃないからね、尾行だから。よし、これならマリネにも尾行がバレにくくなるはずだ。よし、ありがとうございます。近い。しかしよくもまあ目えぐられ事件やら、あのヤクザの銃撃事件とかいろいろあるのに、この町には人がいなくならないですね。もう自分だったら絶対来ないし、こんなところに会社があるんだったら。あの人は会社ももうリモートワークだよ。危険すぎるでしょ。よし、マリネはリフレッシュしたところかな。今リラックスして、よし、行くよ、ゆっくり。おいおい、ごめんね。ゆっくりね。自転車。見失りそうだ。人が多くて見失っちゃいそう。どこに行こうとしてるんだ。家じゃないね、でもね、少なくともね。在宅って感じじゃなさそうだ。どっかの店に入るんだろうね。人混みの中に紛れながら、あそこの影に隠れられる。よし、もしかして前行ったあの魚釣りができる居酒屋が自由業って言ってたね。確かに。待って、やべ、隠れさせて。気のせいかしら。分かってるくせに本当は楽しんでそう。それをそういうプレーもありそう。待って。あら、あの人は完全にバレてないね。大丈夫だね。自由業って言ってた、確かに。
大丈夫？大丈夫だよ。気づいてない気づいてない。自由業だもんね。なんか今あの一周巻いた居酒屋のあの魚釣りができる居酒屋の地下にある気のせいかしら賭博場のバニーがあるかと思ったけど、自由業じゃなさそうだもんね、それはね。結構歩くね。よし、あそこのここに隠れよ。ボーリング場？違うか。右側に歩いております。いいね、いいポジション。あ、そっちじゃない。いいよ、いい位置、いい位置、いい位置、いいポジション。ポジション取り完璧。いいね、いいね、いいね、いいポジション。ちょっとだけお待ちくださいね。やばい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 。いた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 。いたね。ちょっと待って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 。ちょっと待って待って待って。ゆっくり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 。いいよ、ゆっくり行くよ。ここで絶対バレたくない。これ多分バレたら一からになっちゃうと思うから、慎重に行きたいと思います。まあこれだけ離れて歩いてたら大丈夫じゃないか。あの影に隠れよう。まだ歩くか？どっかに入る？そろそろ警戒はしてるっぽいけど。おっと！反対側から見ても良さそうだけどね。反対側の道路から、あ、来た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 。ついに。ついに。うわ、長い尾行だった。今までで一番。あ、え、ほら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 、釣り堀来た。え、これ前行った。ほら、え、ワンチャンあるんじゃないか。これ前。あ、ほら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 、おおおお、あそこは、え、当たった。たまたま予想当てちゃった。え、たまたまとか。また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 、たまたまじゃないね。おいおいおい、ちょちょちょ、そこじゃない。もう受付の人、たまたまじゃなくてまたまたでしたね。またまた予想、まさかの予想が当たっちゃったよ。これは自由業というのか。これ開いた。待て待て待て、変装やめよう。変装。あれ？ターボ。そんな格好しててもわかるわ。ターボでしょ。やっぱりあの後もつけてたのね。え？なんでわかったんだ。探偵失格じゃ、これじゃ。やっぱりそう。今回は気づいてなかったんだけど、ハッタリをかけてみたの。今度はハッタリだって。ねえ、やり手だね。それで、わかった？これが私の職業。まさか、ギャンブラー？そういうこと。気まぐれに賭けに講じる。ギャンブラー。それがマリネーの正体ってわけ。すごい職業だね。そうだったのか。
道理で賭けにノリノリなわけだ。最初は軽い気持ちで始めたんだけど、なんかトントン拍子で勝ち続けちゃってね。まあそういう能力があったってことか。どうやら才能があったみたい。こっちで稼げるようになってからは事務の仕事も辞めちゃった。それでブラックカードを持つまでになったのか。すげえな。あなた正体を探れって頼まれたんでしょ。今回買ったお金あげるから内緒にしてくれる。違法なカジノで荒稼ぎしてるなんて知られていいことなんてないでしょうから、うん、ああ確かに言わない方が良さそうだな。正体分かったからって伝えとくよ。あ、分からなかったってね。でもさすが探偵さんね。観察力は素晴らしかったわ。どう？今度本業の方で勝負してみる？いや、勝てる気がしないのでやめときますマリネーの正体がギャンブラーだった。あ、もう急いで戻りましょう。ビンビンやら たまたまやらとしたたまたまはたまたまだったんですねっていう、そっちのたまたまではなくてこっちのたまたまです。よし、八神事務所はここだね。よし、ダッシュで行く、ダッシュで行く。もうお前らに構ってる暇はないんだ。今は一刻も早く八神探偵事務所に帰って。海藤さんいるかな。まあ、危険度今 10% でに下がってますね。あのボスが出てくることはなさそう今は。よいしょよいしょ、急げ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 、おい、うら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 、よし、おい、ギュル、いい、ここですな。あ、よし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 、なんとかやからを巻いて事務所まで戻ってきました。これ開いた。あ、海藤さん、新谷先輩、もしもし。なんか新谷先輩もやばい気がするんだけど。城崎です。ね、あ、新谷先生がずっと電話に出ないんです。え、今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。あの、八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。沙織ちゃん心配してるね。ちょっとなんか嫌な予感。え、なになに、やだやだやだ、怖い、ブルブルしてる。やめてやめて、怖い。嘘嘘、待って、やだよ。やだよやだよ。あ、新谷先生、今どこにいる。やだやだ、源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。うわ、えぐられてる。目が多分やられてるってことは、マジ、新谷先輩好きだったのに、マジか。はあ、なるほど。衝撃的なところで幕を閉じました。チャプター4
4ジャックインザボックス、びっくり箱ってこういうことか。ゾワゾワザ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 ワ、そういうことだったのですね、びっくり箱ってのは。うわ怖っ、ホラー映画とかにありそうな感じだったけど、実際にあのコントローラーブルブル鳴ってなるとちょっとビビりますね。あーびっくりした。あーちょっと新谷先輩が多分目をえぐられてる。これは強霊界なのかどこなのかやったのかわかんないけど、まあモグラも絡んでるのかもしれない。まあ政治もちょっと絡んできそうで、警官警察もなんか絡んでて、どうなってくのかがちょっと予想がつかなくなってるけど、かなり今日はあの予想をバンバンビンビン当てられました。はい、探偵として結構腕を上げてきてるのかなと思ってます。皆さんはどう思われましたでしょうか。面白いですね、面白いですね。あの動画がいいねと思っていただけた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひこのタイミングでポチッとよろしくお願いいたします。それでは今日長くちょっとなりましたけれども、皆さん、良い夜をお過ごしください。お疲れ様でした。次はサブに期待、了解です。そうですね、サブやるときはちょっと早めにスタートして後半メインっていう感じでね、あのショーが終わるように進めていけたらなと思ってます。今日もたくさんコメント全部読めなくてごめんなさい。後で見てますので、いつもありがとうございます。ビンビンお疲れ様お疲れ様でした。ビンビンありがとうございます。バイバーイ皆さん、バイバーイ、おやすみなさーい、ありがとうございます、バイバーイ。